今日はですね、僕の前のセッションで全体的なそのオーバービューというか、我々とあと NBDC が提供しているサービス全般の話をしていったんですけれども、じゃあ今回私の回は何をやるかというと、もう実際にじゃあ皆さん実験データ、いわゆる発現解析をして差のあった遺伝子群が例えば100個とか200個とかっていう数のデータをお持ちだっていうことを事前のアンケートでいろいろ聞きまして、大体半数以上の方がそんなような形でお持ちだということなので、じゃあそれをですね、じゃあどうやってじゃあ100個200個なんていうんですかね、全部実験するのもいいんですけど、なかなかお金も時間も人も限られてますから、なかなかそこをやっぱり効率的にやりたいというのは皆さん思われるところだと思いますので、そこをですね、じゃあいかに時間を稼ぐかっていうところで、まあ、一つ我々の提案としてですね、こういういろんな遺伝子発現のデータベースですとかウェブツール、まあ、我々が開発しているものもありますし、まあ、世界中で他の研究者が使っているものもありますので、使えるものをですねありがたく使って自分の研究に生かしていくと、まあ、そんなようなところのですね、まあ、一旦に過ぎないんですけれども、短い時間ですけれども紹介していきたいというふうに思います。はい、で最初これの大書きがちょっと書いてありまして、で概要としては今私がちょっとバーッと言ったことですけれども、まあ、誰でも自由に使うことができる公共のデータベースですとかウェブツールを今回活用しますよということです。で今回は、一個一個のですね遺伝子発現データを簡単にまず調べる方法っていうのと、まあ、それに関連する基礎知識っていうのをちゃんと、ざっとレビューしていきたいというふうに思います。でその次にですね、実際に発現大規模発現解析とか NGS とかマイクロアレイとかやられた時に出てきたデータをですね、まあ、どうやって生物学的に解釈をしてそれを絞り込んでいく手がかりにしていくかというところの結果をですね、実際皆さんパソコンをお持ちですので、ハンズオンでやっていただいて、皆さんに考えていただくと、私も考えますし皆さんも考えていただくというふうなスタイルでやっていきたいと思います。で今回の講習の流れとしてこんな感じで書きましたけれども、まずはそのデータベースとかウェブツールを知るのにですねどういうものがあるかっていうので、これ我々 DBCLS がやっております統合 TV というものをちょっと紹介したいと思います。でアンケートを取りましたら、あまり半分以上の方が知らないっていうことだったんで、ちょっと長めに説明したいと思います。で午前中はちょっとここまでになると思うんですけど、個々の遺伝子の発現プロファイルを調べるというとで、これも我々のサービスですけれどもレフェックスというものがありますので、これを使ってですね実際に調べていきたいというふうに思います。で午後、おそらく午後になると思うんですけれども、その後に、もっと個々の遺伝子ではなくて数十とか数百、まあ、数千っていうようなオーダーでデータをお持ちの場合にですね、それを人間の目で一個一個しらみつぶしにやっていくのは大変ですので、そこで機械の力を借りてですね生物学的解釈をしていくというところの実習という形で、デイビッドという、まあ、結構有名なツールがありますけれども、まあ、これを使ってですね実際に生物学的解釈をするというようなところをやっていきたいというふうに思います。で講習に際してなんですけど、やっぱり皆さんでですね真面目にこう皆さん真面目に受けられてると思うんですけど、同時にアクセスするとですねウェブサイトっていうのはなかなか脆弱で、なかなかそのつながりにくくなるということが過去にもありましたので、そういう場合にですね、まあ、資料を見ながら、今回やるものは全部下の方に書いてありますんで、分かりそうな方、分かる方っていうのはもうどん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 先に進んでいただいてですね、やってってください。で、ちょっと分からないよという方はですね、あと私実際に画面でやっていきますので、一緒に進めていくと、まあ、そんなような形で時間差でこうやっていただくと皆さん快適にできるのかなというふうに思います。でサイトのウェブページが結果が返ってこなかったりっていうことあるんですけど、まあ、そういうことを考えてですね、まあ、タイミングをちょっとずらしてやってくださいというふうに書いてあります。で反応がないからといってですね、こう何度もクリックする方いらっしゃるんですけど、そういうゲームではないので、なかなかますますつながらなくなってしまうということがありますので、まあ、ちょっとまあそういうもんなんだと思ってですね、ちょっとおおらかな気持ちで望んでいただければなというふうに思います。で作業する時間なんかもちょっと取ってありますので、そんなキツキツではないというふうに一応思ってますので、そんな形でやっていただければなというふうに思います。で分からないことがあったら遠慮なく挙手にてお知らせください。でこちらの方にスタッフおりますので、まあ、私もやってる試合中でも全然止めていただいても構いません。で遠慮しちゃってこうなかなか質問できないという方いらっしゃるんですけど、
あのそのために講習会をこういうふうにやっておりますので、ぜひですね皆さんでそういうこういうところが分かんないっていうところが共有できるとですね、意外にあの皆さん分からないんですね。自分だけかなとか思ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、意外にみんな分かったような顔して分かってないケースが結構ありますので、あのぜひ遠慮なくしてください。で、置いてけぼりは楽しくないので、みんなで一緒にやりましょうということです。まあ、とは言ってもですね、なかなか手が上がらないのがこの講習会なんですね。なのでちょっとですね、実験的な試みとしてウェブ上で匿名で質問コメントできるフォームっていうのを用意してみました。こういうの皆さん大好きですよね。ね、なかなかね、表立っては手を挙げられないけど、ウェブのこうね、ツイッターとかに悪口書いたりとかこういろいろするわけですよ。まあ悪口はねちょっとあれなんですけど、で受講者質問用フォームっていうのを作ってみました。でこれずっと開いてるので、まあ、私がここ喋ってますけど、あのここがちょっと分かんなかったとか、あるいはコメントでも構わないんですけど、なんか思いついたらですね、ちょっとここに書いてみてください。これだったらそんなにね抵抗ないですよね。どうですか、こんな感じですわ。これ私が今いますけど、これ Google でですねログインしてると、ここに Google のご自身のアイコンが出てると思うんですけど、今日は何曜日ですかとかね、こう質問するとこう出てくるわけですね。こういう感じです。で、Google でログインされてない方はもう何も出てなくてですね、最初から匿名で質問するとかって出てると思います。どちらでもいいです。あの皆さんご自身のアカウント出してもいいよという方は出してもいいですし、ログインしてるけど匿名でやりたいという方はここに匿名で質問するっていうのがありますので、ここを押すと誰だか分かんなくなってですね、こういう形で書けるというふうになっておりますので、ちょっとつどつど私これを見に行きますので、ぜひ何かありましたらここにちょっと書いてみてくださいというのを用意してみました。ぜひご協力をよろしくお願いします。はい、ということで、受講前アンケートというのをさせていただきました。で、大体35名ぐらいの方にやっていただいて、いくつかこれ聞いてるんですけど、統合 TV というこれからのウェブツールとかデータベースの使い方を動画で紹介するサイトをご案内しますけど、これについて大体半数の人が知らないということで、あとは大体聞いたことあるよとか知ってますよとか使ってますよ、使ってるって方が大体どうですね、2割ぐらいいらっしゃるということなので、ぜひですね今回これちょっとあの覚えて帰っていただけると良いかなというふうに思います。で、あとはですね、これあの後半の方であのちょっと関わってくるので質問したんですけれども、まあ、いわゆる遺伝子リストみたいなのお持ちですかという質問で、およそどうですかね、7割ぐらいの方がすでに持ってますよとか、あとこれからも実験する予定ですよとか、あとはまあしたいと思ってる、あとは公共データを活用したいするっていうふうに考えてらっしゃる方が、まあ、7割近くいらっしゃるということなので、ぜひこの辺を技術をですね習得して帰っていただければなというふうに思います。ここまで全体大体やり方等々を説明しましたけどもよろしいですか。はい、それでは早速進めていきたいと思いますが、まず最初はですね、研究現場で頻繁に使われているデータベースですとかウェブツールを、じゃ何が私のその研究に使ったら便利そうなのかとか、何がどのぐらいあるのかを知りたい、まあ、じゃあ知った上でじゃあどうやって使ったらいいのかとかっていうのが分からないっていうのが、まあ、我々のプロジェクト始まった当初からですねずっと言われていることで、まあ、これを一つ解消する、まあ、手段というかあのものとして、考え出されたのが、じゃあ実際にですね生命科学分野でよく使ってるデータベースとかウェブツールを、まあ、独断と偏見なんですけれども取り上げてですね、実際にその動画で一挙手一投足をこう操作してあげたら多くの人がそれを見てそのままできるじゃないかということで考えついて始めたのがこの統合 TV というウェブサイトです。で、ここ URL ありますけれども、ここをクリックしていただくとこんなインターフェースが、ちょっとスクリーンのあれがあれなんですけど、あ、手元のマシンで見ていただければ鮮明に見れると思いますけれども、こんな感じで、動画が出てまいります。はい、で今ですねこれちょっと、数日前に撮ったんですけど、大体およそ1300本ぐらい動画があります。で、
3分の1ぐらいがいわゆるそのウェブサイトの使い方を紹介した動画で、もう3分の1がこういう講習会の動画、あと3分の1があとはシンポジウムですとかいろんなあの学会講演なんかの動画が上がって、大体この3種類が中に入っています。でこれ 中ご覧になった方ちょっと分かるかと思うんですけども、 YouTube にですね全く同じ動画を上げております。で統合 TV のウェブサイトからご覧いただく、こんな感じですけど、ここに出てくる画面っていうのはこれ見覚えある方いらっしゃると思うんですけど、これ YouTube なんですね。で YouTube が埋め込まれていますので、結局 YouTube で見ているのと一緒になります。で YouTube はもう皆さん使い方はもう使いこなされていると思いますので、例えば倍速表示ができたりとかっていうのは皆さんご存知ですよね。なのでずっと動画を見てる必要もないですし便利に使えるというふうになっております。で YouTube が、千葉大学は大丈夫なんですかね、 YouTube が見れない、例えば企業の方とかもいらっしゃる場合もあるんですけど、そういう場合にあのこちらにオリジナル版のファイルもダウンロードできるようになってますので、あとあるいは例えば移動中に見たいとかっていう場合に、こうインターネットの線が細い場合に、YouTube は結局通信しますので、そうじゃないのがいいっていう場合はこのオリジナル版のファイルダウンロードしていただいて、マシンに入れたりスマートフォンに入れたりしていただくとストレスなく見ることができます。はい、で YouTube 版はこんな感じになってます。で YouTube のですねチャンネル登録っていうのをすると、これもあの皆さんご経験ある方いらっしゃると思うんですけど、更新情報がメールで届くので、まあ、そういうのをちょっとウォッチしておきたいなという方は YouTube の方でチャンネル登録していただくと、新しい、我々が新しい動画を出した時にこんな動画が公開されましたなんていうのはメールで届くようになっております。でこの辺はちょっと先ほど申し上げたところですね、ウェブサイトのアクセスの仕方、検索の仕方からやってます。あの Google でまずどういうキーワードで検索をしたらそういうデータベースが出てくるのかっていうところから、で実際にそのデータベースを使ってですね、いろんな結果が出てくるわけですけど、それをじゃあどう読み解いて解釈をしたらいいのかっていうところのところまでを一挙手一投足と呼んでますけど、それを動画で紹介しております。で、YouTube 版だけでですね延べ今90万回ぐらい再生されてます。これ11月末現在ですけど、だいたい月間ですね2万回ぐらい、この下にちょっとグラフ出してますけれども、先月11月のデータでだいたい2万回ぐらいで、総再生時間でいうと1700時間ぐらい、ずっと開き続けていると71日と7時間かかる計算というふうになっております。でだいたいサービス始めたのはこの辺にありまして、2007年の8月ぐらいだった、これですね、2007年の8月なんですけど、だいたい今年の夏で10年、サービス始めて10年になりました。でおかげさまでですね、あの右肩上がりにこう、これ青い色が視聴回数なんですけど、おかげさまでこうずっとこう右肩上がりに来ているというふうになっております。で細かく見ると結構こう季節性みたいのがありまして、結構ガタガタ途中しているのが分かると思うんですけど、これ結構ですねあのリーズナブルというか、あのというふうに我々考えてるんですけど、これもともとですねあの視聴してほしい主なメインユーザー層を、その大学院生とか、あと研究室に入ってきた手の大学生とかっていうぐらいが分かるようにというふうになところを目指して作っております。で実際ユーザーもやっぱその辺 あの方が多いんですけど、これ季節性があるといったのはですね、春に非常に上がるんですね再生数が。春やっぱり、まあ、いろんな大学ありますけど、だいたい新入生が入ってきてラボに新しい学生さんが入ってくる、まあ、時期なんだと思うんですけど、そうするとやっぱりこうこのデータベースの使い方を勉強しなきゃとか、パブメドの使い方を勉強しなきゃいけないとか、まあ、そんなようなことがあると思うのでぐーんと伸びます。で一旦ですね夏に落ちるんですね、8月とか7月8月ぐらいになるとちゃんとバーッと落ちる、まあ、これはあの大体の大学が夏休みに入ったり、あとは大学院の入試があったりとかっていうので、なかなかその動画を見てる場合じゃないというところがあるので夏で一回落ちます。でその後秋でもう一回戻ってくるんですけど、やっぱり冬今頃ですね12月とか1月とかっていうのはやっぱ下がる。でこの時期ってやっぱり例えば何でしょうね、学会発表があったりとか、あとはもっと言うと 卒論とか修論とかね、そういうのをまとめる時期ですよね。だそうするとこういう動画見てる場合じゃないんですよね。なのでどうあのまた落ちるんですね。
そうするとまた今度季節は巡り、来年の春になるとまた新しい学生さんが入ってきて伸びると、まあ、まあ大体ですねこういうガタガタの意味しているところはですねそういうところを結構反映しておりまして、まあ、これはちょっとリーズナブルという話をしたんですけど、まあ、我々の目指すところの見てほしい人たちが割と見てくれているのかなというふうに考えています。でこれご自身でですね勉強していただく以外にもちろんその使っていただきたい方法はどういう方法でもいいんですが、まあ、もちろんその先生方なんかだと例えば講義講習などいろんなところでやられてると思うんですけど、それの資料に使っていただいても全然構いません。またですねこれ一番ニーズがあると思うんですが、いわゆる研究室の後輩が入ってきた時にいちいちデータベースの使い方とか、もっと言うとパブメドの使い方を教えるのめんどくさくないですか。僕も後輩がいましたけど非常に毎年めんどくさくて、あの、ね、同じことを教えるわけですよ。でこっちも、ね、実験しなきゃいけないとか論文書かなきゃいけないのに、後輩が毎年毎年入ってきてパブメドの使い方を教えてくださいって、これが非常にかったるいの でここをアウトソースできるというところです。まあ、統合 TV を見ておいて勉強してもらってですね、で分かんないところだけ自分に聞いてくれっていうふうにすれば、まあ、後輩もやっぱり先輩にこういちいち聞きに行くのは恐れ多いし、先輩は先輩で自分の時間が取れるということで、お互い非常に効率的だということで、まあ、こういう例は非常に多く聞いております。ぜひそんな形で活用していただければなというふうに思います。であとですね、この講習中も今回の講習中も、あの 本家 の, そのデータベースとかウェブサイトにつながらない場合というのはありますけれども、まあ、統合 TV を見ればですね、この講習でやる内容なんかも動画にすでになっておりますので、だいたいおおよそ内容が終えるようになってますので、まあ、緊急避難的にそういうふうに使う場合もありますので、そういう使い方もあります。あとですね、あの今回紹介するのはちょっと時間も短いので全部紹介しきれませんので、それ以外にですね、例えば関係する発言解析に関係するデータ、あのそういうデータベースとかウェブサイトはないのかっていう場合は、この統合 TV に発言解析っていうタグがありますので、ここをですねポチッと押していただくと、発言解析にタグを振られたやつが191本すでにありまして、これだけありますので、そのうち紹介するのはわずかに何本かだけですので、ちょっとですね今回講習受けていただいて、あなんかちょっと自分でもできそうだなと、あの感じられた方はですね、ぜひこの辺見ていただいて、あのぜひいろんな他の方法がありますのでやっていただければなというふうに思います。今ちょっと私タグ、あのここから行っちゃいましたけど、ウェブサイトから行くとですね、統合 TV のこの左側に関連するタグから検索といって、こう割と大きなゲノムとか遺伝子とかタンパク質、いわゆるこの大きな、なんか分野っていうんですかね、分野のキーワードが出てたりします。そこに発言解析っていうのが出てきますし、もう少し細かくいくとですね、まあ、それはウェブツールなのかとかソフトウェアなのかとか講演実習なのかとかっていう分類もあります。でもう少し下に行くと、今度はじゃあそれ NCBI のサービスなのかとか UCSC のサービスなのかとか EBI のサービスなのかとか、こういうなんか提供機関別のタグも振られていたりしますし、あと例えば転写因子に関係している研究してますよとかっていう場合、転写因子のタグが振られたやつを見たらいいとか、あと私は何でしょう、例えば変異、あの医学部ですと割と変異解析とかやられてる方なんかもいらっしゃると思うんですけど、こういうのとか、あとクリスパーやりたいよとかっていうような形で割と細かい分類に分かれていたりしますので、この辺バーッと眺めていただいて、なんかこうピンとくるキーワードがありましたら、そこから調べていただくというのでもいいと思います。結構いろんなのがありまして、辞書に関するやつとか、あと文章を執筆するのに、英語の論文を書くのに便利なあのサービスを紹介してたりもしています。あと医学部系ですと、何でしょう、家系図を書くソフトの紹介とかもしております。あと疾患に関する情報とかですね、はい、あとは下の方に行くと、あのプログラミングですね、いわゆるバイオインフォマティクスっていうと、なんかこう黒い画面にこう文字をバババって打ってなんかやってるイメージがありますけど、まあ、あの辺もあの多種多様に取り揃えてまして、これは動画で紹介してますので、そんなに怖くないですよっていうところを、紹介しております。はい、そしてで、あとざーっと説明しますと、で統合 TV に掲載されているコンテンツを、例えば何か書籍とか論文とかで引用していただくっていう場合に、まあ、URL を書いていただいてもいいんですけれども、なんとですね、個別にあのちょっとこっちにしましょうか、
これがんとかやってる方結構ご覧になったことあると思うんですけど、 TCGA ってご存知ですかね、キャンサーゲノムアトラス。これ医学部とか行くと結構皆さん大好きで、これ初めてつい先日公開されたんですけど、まあ、こういうのもぜひ使ってくださいという一番宣伝で出しました。で、下の方に行きますとこの DOI っていうのが振られてまして、 DOI って皆さんご存知ですかね、論文とかに振られてる ID なんですけど、1位の ID なんですね。あの世界で一つも同じものがないというもので、これあの実はこれですね、恒久的な URL ということで、一応我々のセンターがなくなったとしてもですね、この URL は残るという、一応そういうものになっております。はい、デジタルオブジェクトアイデンティファイアで、ちょっとよくわからないことリンク先をご覧になってください。でこれはあの教育コンテンツ、いわゆる e ラーニング、こういう動画の教材とかって e ラーニングとかって言うんですけど、これ日本国内で初めて DOI がついた例だそうです。統合 TV の動画が、はい、一応そういうことになっています。なかなかそのこの動画を引用するってなかなか機会があんまりないとは思うんですけど、もしぜひこれを勉強して役に立ったんだってなると、先ほどあの箕輪さんの回でもありましたけど、クレジットしていただかないと我々の活動が便利だったということに気づかれないので、ぜひ積極的にあの書いていただけると大変我々としてはありがたいです。はい、あとは、ですね、そう講習会の資料というのも出ておりまして、今回私が喋っているやつも後ろで録画をしておりますが、それ以外のものについてもですね、過去どういうところでやったかなんていうのも、ここに目的別に検索というところの一番上に講習会実習資料というのがあります。はい、こんな感じでですね、ついあの今年の夏に、NGS ハンズオン講習会っていう講習会をやってます。でこれ今年で4回目ぐらいなんだと思うんですけど、これはもっと今回午後に NGS の解析の話をちょっとやりますけれども、もっとガチでやりたいと、あのもう最初から最後まで通しで教えてくれと、コンピューターの使い方からNGS の原理から NGS のデータをどうやってコンピューターで解析するかっていうところを1週間合宿ではないですね、泊まりではない通いなんですけど、東大の農学部に皆さん通っていただいて、みっちりハンズオンでやるっていう講習会がありまして、そういうのが、コンテンツも載っております。でここに載ってますし、あとはこれ持って戻っちゃうんですね、下の方に行くと NGS ハンズオンで87本すでにありまして、動画だとごめんなさい43本ですね。でビッと開くとですね、これだけのものがあります。一番最初はですね、まさにそのコンピューターが何で動いているかというところから始まっているわけです。でまさにそのコンピューターを使わない限り NGS の解析というのはできないんですね。もう人間の力だけでは無理なの でやっぱりそうすると実験、皆さんもそうだと思うんですけど、実験器具 その特性みたいなのを知らないとやっぱなかなか実験できないのと一緒で、コンピューターの特性みたいなのを知らないとなかなかうまくいかないというところがありますので、この辺 OS ってなんだっけとかね、皆さん分かりますか、こういうのなかなかそうじゃない方いらっしゃると思うんですけど、 OS とかハードウェアがどういうふうに構成してコンピューターが動いてますかとか、こんなの知らなくていいんじゃないかと思われる方いらっしゃると思うんですけど、こういうのを知っとくとどっかこうつまずいた時にですね、気づきを得られるというところなので、この辺勉強しておいた方がいいよというので、この辺から取り上げてたり、あとはバイオインフォマティクスをちょっとかじったことある方は聞いたことあると思うんですけど、ユニックスとかね、こういうユニックスとかリナックスとか、あとシェルスクリプトとかっていうコンピューターにこう仕事をさせる方法のことなんですけど、まあこういうのをですね、結構一からどうやってコンピューターに命令をしたらコンピューターが自分の思った通りに動いてくれるかというようなところからやりながらですね、今度はかなりこうバイオロジーの方ですね、配列解析ってのはどういうふうにやるのかとか、あとデータベース、バイオ系のデータベースを知っとかなきゃいけないよねとか、あとは統計解析の R っていうパッケージがありますけど、あれはやっぱあの避けて通れませんけど、まあ、この辺の基礎から応用までやったり、あとは実際に次世代シーケンサーから出てきたデータを使ってこんなことをやりますよとかっていうのをですね、延々やっております。で大体毎年内容がアップデートしつつやっておりますが、これ延べ100時間以上あるのかな、全部見ると100時間以上あります。
ので今後 NGS で飯を食っていきたいという方は、まあ、騙されたと思ってですね、一から見ていただけると結構意外に100時間って聞くとうわっと思われるかもしれないですけど、100時間で習得できたら大したもんですよね。1年かかってもなかなか習得できない方いらっしゃると思いますので、まあ、その辺ちょっと考えようにもよると思うんですけど、まあ、素材としてはこういうものがありますよというのを覚えて帰ってください。はい、すいません、いろいろ長いですね。あとはですね、はい、でお探しの動画が見つからないって書いてありますけど、ラボですごくよく使ってて後輩にも教えたいんだけど統合 TV に載ってないから不便だっていうことをですね、ありがたいことにいろんな方から言っていただいてます。まあ、ただなかなかその言いにくいとか、メールを送るのはちょっとな、忍びないなとか、ちょっと恥ずかしいっていう方がいらっしゃるので、ここにですね、統合 TV のトップページにリクエストフォームというのを作りました。そうすると非常にこうなんていうんですかね、牧歌的なイラストが出てきてですね、こうポチポチ押していくだけでもうメッセージが送れるんです。でこれ我々のところに全部来まして、私たち全部見てますので、ここでそっと送っていただけると非常にありがたいです。なかなかその僕らもどうしても人数も少ないし、バックグラウンドも限定されてますので、いろんな多様な分野の方からですね、こうご意見いただけると非常に統合 TV としてもラインナップが充実しますので、ぜひともですね、ここに載ってないよという場合はぜひリクエストいただければなというふうに思います。あとは、研究発表のスライド作成とか資料作成、論文の図表で画像をですね使いたいってケース結構あると思うんですけど、最近一緒になりました。統合 TV と一緒になって、もともと別のサービスだったんですが、ちょっとしれっと言っちゃいましたね。トップページのここに自由に使える画像を探すというところができております。でここを押していただくと、ちょっとどうですかね、ご覧になったこといるかもしれないですけど、統合ピクチャーギャラリーっていうのが以前違うウェブサイトで公開をしてたんですが、ここの場所がわからないって結構お叱りを受けることが多くてですね、もうそれだったら統合 TV と一緒にしてということで、つい昨年あたりぐらいに一緒にしました。で動画もあるし静止画もあるよというふうに覚えていただければいいなと思います。それで、そうですね、はい、でこれはですね、ライセンス、結構画像を使っていただくケースって多いと思うんですけど、インターネット上から例えば画像を探してきて使うと、やっぱりこう著作権が気になったりとか、勝手に使っていいのかなとかって結構使いにくい画像が多かったりするんですけど、我々のところはですね、自分たちでこの絵を描いてですね、でライセンスのこの統合 TV から撮ってきましたよというところだけ書いていただければ、どんな使い方をしてもいいですよという、そういうライセンスで紹介をしております。ちょっとここ細かく書いておりますが、こういうことなんですね。出典元だけ書いてくださいと、こういう著作権の、コピーライトの表記なんですけど、これをどこかに、これかこの表記か URL をどこかにですね、書いていただきたいというところです。で出典の記載のみが条件で、どんなふうにプレスリリースに使ってもいただいてもいいですし、例えば反則資料なんかに使っていただいても何でもいいです。で色も変えていただいても結構です。自由にご利用いただけますと。でこれちょっと問い合わせよくあるんですけど、出典元のその記載をちょっとデザインがちょっとあれなんで書けないっていう場合があるんですけど、デザインの体裁を損ねてまで書いていただく必要はないので、どこかしらにですね、ここの我々のサービスから取ったよというところが我々がなるべく分かると大変ありがたい。これまさに先ほども再三紹介をしてますが、こういうサービスが役に立っているということをですね、調べなきゃいけないので、それが分かる範囲で構いません。でもし分かりにくいところであれば、こういうのに使いました、ありがとうございました、ありがとうございました書かなくてもいいんですけど、こういうのを使いましたよっていうところだけレポートしていただけると、それだけでも大変ありがたいです。で論文の図とかでもですね、結構使っていただけるケースが最近増えてきてるんですけど、論文の場合はちょっと例えばアクノリッチメントに書いていただくとか、あと図のフィギュアレジェンドに書いていただくとか、そういうような形で、やっていただいております。これなんかは宣伝ですが、がん細胞のイメージ図です。なんかちょっと悪そうですよね。医学部の方ぜひ使ってください。でここお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、これ動いてるんですね。これですね、インターネットエクスプローラー以外の Firefox とか Google Chrome とかだと動きます。動いてますか？
動いております。こんな感じでぐるぐる回っております。で最近あの 3D で描いてくれてる人がですね増えてきまして、アニメーション PNG という形式で、これはあれですね、 LINE のスタンプって皆さん使ってますか？動くやつありますよね、 LINE のスタンプ、こうやってあれと同じ形式だそうです。こういう形式で動いております。はい、であとはですね、これ余談ですが、あの 3D ファイルで作ってますので、あのいわゆる 3D プリンターみたいなご興味ある方いらっしゃいますかね。立体造形とか、あの医学部の方だと臓器のあのね、こう 3D のこうやつがありますけど、これファイルを落としていただくとですね、 3D プリンターでこの細胞が丸い形で再構築できますという、いるんだかいらないんだかっていう機能なんですけど、あのもう少し 3D プリンターがあの皆さんのお手元に、ご家庭に1台みたいなことになると、ご家庭でがん細胞が作れるというふうなことも近い将来できるんではないかなというふうに思います。でこれ正常細胞ですね、なんか清らかな感じですよね、というようなやつとか、あとはですね、あ、マウス使いますよね。これマウスぐるぐる回っておりますが、これも非常に緻密なマウスがこんな感じですね。はい、でこれマウスぐるぐる回ってましたけど、全方位でありますので、普通はこう横を向いてるマウスしか出てこないですけど、後ろから見たマウスとか正面から見たマウスとか、そういうのってなかなかないと思うんですけど、これ360度、ちょっと360度は言い過ぎですけど、全方位ありますので、そういうのにも使えると。前から見たマウスの画像とかっていうのをご覧いただくことができます。それはですね、この全方位でジップで固めてありますので、一個一個が PNG のファイルになっています。はい、すいません、余談が長いですね。はい、であとはで、この統合 TV を作ってみたい方っていうのが、今実はそのオンラインで、あの外注ベースでですね作っております。で皆さんお忙しいかと思うんですけど、もしあの学生さんでアルバイトしたいなんて方がいたら、あのご紹介いただけますと大変ありがたいです。でオンラインでやってますので、遠隔地、あのインターネットが通じている場所であればどこでも構いませんので、もしそういう方いらっしゃいましたら、ご一報いただければ、ご相談に乗れると思います。はい、というわけで11時15分になりましたが、統合 TV は以上なんですが、いかどうでしょう、何か質問、ご質問等々ありましたらここでお受けしますけど、フォーム、あ、講師しか回答できない、いやそんなことはないですよね。はい、統合 TV いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。 こういうの大変結構ですよ。こういうのは大変嬉しいですね。もういいねしちゃいます。あ、いいねできない、ちょっといいねしておきますが、こういう感じでぜひね、カジュアルにできますよね。怖くないですよ。はい、双方向でやりましょう、ぜひ。はい、あれおかしいな、これいいねできないんですかね。あ、ここ押さないといけないのか。あ、こうですね、こうですね。皆さんもこういいねしてくださいね、ぜひ。こういうの大事ですよ、フィードバックね。これ結構嬉しいもんですよ。皆さんもご経験あると思うんですけど、 Facebook と、ね、Instagram いいねされると嬉しいですよね。こう褒め合う、大事なことです。はい、すいません、余談が長いです。はい、それであとですね、その、まあ、今回、ちょっと時間短いんですが、習熟度別ですとかやりたいこと別にちょっといろいろ他の講習会でやったりしている内容がありますので、ちょっとかいつまんでここに紹介しております。でいわゆる塩基配列解析みたいなのは、皆さん例えばブラスト検索なんかはよく日常的にやられると思うんですけど、まあ、そんなようなものなんかにもっとフォーカスした内容が紹介したのが、おととしですね、やった内容なんかもありますし、あとは例えば、まあ、今回関連しますけど、もうちょっと突っ込んで自分でやりたいとかっていう場合の使い方ですとか、あともう少し公共データを使い倒してですねやりたいなんていう場合の講習会も、これあの8月に、今年の8月にやったやつなんかもあります。あと医学部なんであまりいらっしゃらないかもしれませんが、非モデル生物とか人とかマウス以外の生物でモデル生物のデータに見立てて解析したいなんても割とあるんですけど、ニーズとしてあるんですけど、まあ、そんなようなやり方もあります。で次世代シーケンス解析についてはもういくつかいろんなところで
紹介がありますけれども、アジャックスでもいろいろやってますよという内容です。でこれ先ほど申し上げましたけれども、 NGS ハンズオン講習会それぞれ50時間程度と書いてありますけど載っております。はい、よろしいですか、ここまで。じゃあ、はい、じゃあ残りですね40分ぐらいありますので、その40分で、個々の遺伝子の発現プロファイルを調べるというところをやっていきたいと思います。でこのツールがですね REFEX と読みまして、リファレンスエクスプレッションデータセットの略で、ここの最初の2文字 REF と EX で REFEX と名前を付けております。でこれ私、開発しておりまして、手前味噌になるんですが、非常に便利なツールですので、ぜひ皆さんに覚えていただきたいなと思います。でこれ何かというとですね、端的に言うと、遺伝子発現解析の基準となるデータをですね快適に検索したい時に使うウェブツールということになっております。でここ URL ありますので、右クリックしていただいて開いていただくと、こんなようなインターフェースで出てまいります。ちょっと小難しい感じがない、データこのバイオライフサイエンス系のデータベースって割とこう小難しいインターフェースが多いような感じが個人的にはしてるんですが、そういうのをなるべくなくそうというふうに考えて、こういうインターフェースにしております。で、ちょっとこの辺いじりながらですね話聞いていただければ OK だと思いますが、はい、これですね。でこれはですね、公共データベース、誰でも使える、皆さんでも今すぐ使えるようなデータベースがですね、もう世界中にたくさん公開されているわけなんですけれども、その中から特にですね、ここに書きましたけれども、遺伝子発現解析の基準になるデータを選んできているというところです。で基準っていってもいろいろ基準が人それぞれあるわけなんですけれども、その中で今回我々はその正常組織とか、その組織に由来する細胞株とか、そういうものの何もいじってない状態、病気にもなってないし何か実験処理したわけでもないようなデータを、公共 DB からですね探してきて、でそれを簡単にですね閲覧できるように、再解析をして整理をして、こういうウェブのインターフェースを作るというようなことを今回行っております。で公共 DB にあるのもですね、いろんな遺伝子発現解析を調べる手法というのはたくさんありまして、その中からですね4つ異なる実験手法ということで、 EST エクスプレストシーケンスタグって皆さんご存知ですかね。ちょっと昔のサンガーシーケンスとかでガリガリやってた頃の、遺伝子発現解析の走りみたいなところですけど、そういうので貯められたデータですとか、あとはもう少しちょっと10年ぐらい前に一世を風靡しましたジーンチップっていって、アフィメトリクス社のマイクロアレのデータ、あとこのケージと RNA シーケンスは最近のその NGS のシーケンサーから出てきたデータの、この4つですね、この4つをから得られたこういう正常組織とか初代バイオ細胞とか細胞株における遺伝子発現データを検索したり閲覧することができます。で最近ですね、新たにファントム5のケージのデータっていうのが追加をされています。ファントム5ってご存じない方いらっしゃいます？はい、そのぐらい。これファント、ごめんなさい、ちゃんとリンクを貼っとけばよかったんですけど、ファントム5っていうのはですね、理研の横浜の研究所でやられているプロジェクトで、ファントムプロジェクトっていうのがあって、それの5回目の意味でファントム5って言います。でちょっと詳細はこの辺、日本語にしてこの辺ですね、ちょっと読んでいただけると私の雑多な説明よりはちゃんと書いてあるんですが、こういうことですね。はい、最初はですね、マウスゲノムを読んだ後のその機能アノテーションをしようっていうプロジェクトで始まっています。始まったそうです。で今はですね、よりそのいわゆる転写制御ネットワークみたいなところを網羅的に明らかにしようみたいな、そういう非常に野心的なプロジェクトです。でこのファントムのこの5番目っていうのが今回の乗りましたよって書いたデータなんですけど、ここ読んでいただくと分かるように、さまざまな種類の細胞についてもう
たくさん読みましたというようなことが書いてあります。で、このファントム5の方でもですね、このファントム5のデータビューアーみたいなのは彼らの方で作られているんで、なんでそんなものをまたこっちで作ってんだっていうふうによく言われるんですけど、あのファントム5のオリジナルの方はですね、いわゆる転写制御の研究者向けに作られているっていうような形になってますんで、結構このゲノムブラウザーとかをガリガリ使ってですね、非常に細かいところでどういうエクソンの転写が上がったとかっていうところの非常に細かい流度で見られるビューアーを提供しているんです。なんですけど我々の方はですね、それをもう少しこう引いた目線で見て、ある遺伝子がこのサンプルでどのぐらい発現してるかってだけが分かればいいというところの割り切りで作ってます。で、多くの多分ライフサイエンスの研究者はそっちの方がニーズがあるわけですよね。みんなが皆さん転写解析っていうか転写活性の研究をしているわけではないので、よく皆さん、私自身もそうですけど、論文を読んでてよく知らない遺伝子が出てきた時に、この遺伝子はどこで発現している遺伝子なんだろうなんていうのは、まあ恒常的によく皆さんやられることだと思いますので、まあ、それがですねウェブで簡単にできればいいなというのが一つの目的です。それで、最近このファントム5のケージのデータではたくさん入っているって話をしたんですけど、人で556種類、マウスで286種類入ってます。でこれいかに多いかというとですね、我々のこのレフェックスは今まで実は最大40臓器までしか入ってなかったんですが、一気に10倍以上のオーダーでデータが入ったというふうになっておりまして、後でちょっと紹介しますけど、オリジナルでビューアーなんかも作っております。であとちょっと時間の限りもあるので紹介しませんが、実際にこのレフェックスに載っている掲載しているデータとかオリジナルデータの詳細については、このレフェックスについてというところで、レフェックスについてはこの下の方に、ここにあります、レフェックスについて、ここを見に行っていただく と、どういうサンプルを載せていますよというような話が、脳書きがですね書いております。この辺ですね、こんな感じで書いてありますので、ご覧になってください。そして非常にトピック、大きなトピックスは論文が出ましたということで、2017年の8月末にですね、あの論文が出まして、こんなようなことになっております。タイトルはこういうタイトルです。レフェックスでパブメド検索していただければ出てくると思います。でサイエンティフィックデータっていう、最近出てきたあのデータジャーナルっていうのがありまして、あのそういうところに載っております。で DOI はありまして、オリジナルはここ飛んでいただければ、出てきます。こういう感じですね、はい、で嬉しいことに最近早速引用していただいた方が出まして、大変喜んでいるところです、はい、であとこの論文に関する日本語のレビュー記事ということで、先ほどあの紹介したライフサイエンス新着論文レビューにですね、あの実はこれライフサイエンス新着論文レビューに載らない雑誌なんですが、DBCLS からの成果発信ということで特集号みたいなのが組まれてですね、特集号というか特別枠があって、特別に載せていただいております。でちょっと日本語で読みたいという方はですね、ちょっとこちらにこんなふうにまとめておりますので、読んでいただければ幸いです。あとはですね、ちょっとこれも余談ですが、ネイチャーグループなんですね、ネイチャーパブリッシンググループのサイエンティフィックデータっていう雑誌なんですが、このネイチャーダイジェストの著者インタビューというのがありまして、このファントム5のデータが中に載っているので、まあ、それの特集という形でちょっと僭越ながら紹介させていただきますが、あのこんな形でですね、私ここにおりますが、なんかインタビュー記事みたいな形になっておりますので、ファントム5って何やねんっていう方もですね、あのこの辺まとめられていますので、担当者の方がですね、あの日本語でちゃんと書いてますので、でなんでファントム5のデータがレフェックスに載ったんだみたいな話もちょっと書いてあります、はい、レフェックスがここに出てきますけれども、まあ、こんなような記事も出てますので、まあ、もしご興味ある方ご覧になっていただければなと思います。はい、すいません余談が長くなりましたが、でこのツールでできることとしては、まあ、いくつかあるんですけれども、大体大きく分けて4つあると我々考えていて、
まあ、基本的には正常組織における遺伝子発現データを調べるというのが一つあります。であともう一つはですね、その4つの実験手法を並べて表示をしてますので、その測定手法によって遺伝子発現量がどのぐらい違うのかっていうところが簡単に比較できるということが一つ挙げられます。でもう一つは、あの実験のいわゆるポジコンとかネガコンでよく皆さん興味あると思うんですけど、組織特異的遺伝子っていうのをよく皆さん検索されると、あの論文とかをレビュー誌とかを読んで探されると思うんですけども、それをですねワンタッチでかつバイアスのない発現データから実際に調べることができるというのが可能になってます。でこれは後であの実習でやりますので、ちょっと後で紹介します。であとはまあこの辺組み合わせていくとですね、遺伝子発現等で見出されたよくわからない遺伝子がたくさん出てきた時にですね、その機能とか関連性はないのかとかっていうところを、あの論文からそういうのを探すんではなくて、まあ、これも繰り返しですが、バイアスのないデータからですね、どういう臓器で出てるからこういうことなんじゃないか、ああいうことなんじゃないかっていうのを自分でこう仮説を立てていくような使い方ができるんじゃないかというふうに考えています。はい、それでですね、このレフェックスで載ってるデータも、あの先ほど来紹介してますクリエイティブコモンズっていうあのデータで、あライセンスで再利用することができますの で皆さんの論文にもう自由に使っていただくことが可能です。で引用だけしていただければ、もうあのどのように切り刻んでいただいて再処理していただいても構いません。で我々の方もですね、あのどういうふうにオリジナルデータをありがたくいただいて再処理しているわけなので、当然それなんかも引用もしてますし、どういうふうに再処理したかなんていうのも、あの全て、その過程をですね記録したものも用意しております。であと再処理した後の発現データとか、サンプルのその名前をどういうふうにつけたとか、分類をどういうふうにしたんだっていうような、そういうことをアノテーションって言いますけれども、まあ、そういうものの全てのデータもですね、フィグシェアっていうところに、あの誰でもご覧いただけるところにですね置いて公開しております。で最後にごめんなさい、紹介で長くなりましたが、あのこのレフェックスを使っていただいてですね、あの引用していただいた一番最初の例が実はこの論文なんですね。オンコジーンっていう雑誌に、割といい雑誌らしいんですが、皆さん聞いたことありますかね、医学部系だとお聞きになった方いらっしゃるかと思うんですけど、ここに載った論文でですね、そのザ・レフェックス・アナリシスとかこう名前を付けていただいて、これは別に我々がお願いしたわけではないんですけど、著者の方がそういうふうに名前を付けていただいて論文に引用していただいています。でこれどういうことかというと、ちょっと簡単に書きましたけど、これがんの研究者の方なんですけど、発現解析実験で数百個キーになりそうな遺伝子群が見出されてきたというところで、これをですね、その治療標的の候補遺伝子として出してきたらしいんですね。だけど、まあ、数百個あるんで、やっぱりそのなかなか絞り込むのも大変だし、全部一個一個やっていくわけにもいかないので、これ絞り込みに何か使えないかなっていうのを探してた時に、このレフェックスを探し当ててくれたと。でこれをですね使っていただいて、彼らはどういうふうに考えたかっていうと、自分たちの持っている候補遺伝子がですね、その正常組織において発現量が低ければ、これ治療標的として使いたいので、実際に仮に間違ってたとしても、まあ、悪影響とか副作用が小さくなるから、非常にそことして絞り込みの理由としてリーズナブルじゃないかというところで、彼ら仮説を立てて、実際にその自分たちの見出したデータをですね、実際にレフェックスで確認をしていったということなんですね。でそうしたらですね、かなりその低い順にこう優先順位をつけていって、で少しずつ実験をしていったところですね、正解にぶち当たったと。で追加確認実験を非常に数少なくですねすることができて、こういう論文発表に至りましたという、まあ、そういう非常に良い再利用例ということで、いろんなところで今宣伝をさせてもらってるんですけど、こんな形でやられています。まさにですね、今日やるような内容はこういうような内容なので、皆さんお持ちのデータもなんかもこういうような研究されてる方なんかもいらっしゃると思うので、ぜひレフェックスを使っていただいて、いいデータが出た暁にはレフェックスを引用していただければ大変ありがたいです。というわけで残り30分ぐらいになりましたので、実際にやっていきたいと思います。実習の1番として、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索すると書いてありますけど、まあ、この機能を紹介しつつ全体の説明をしていきたいと思います。
で復習用としてですね、これ統合 TV の動画がありますので、今回よく分かんなかった方もですね、こちら見ていただければ一応同じようなことができるようになっておりますので、こちら復習用でお使いください。でまず1番、レフェックスを開きます。皆さんよろしいですか？開いてますかね？あ、なんか質問が来てましたね。レフェックスに、あ、非常に良い質問ありがとうございます。非モデル生物のデータを追加する計画はございますでしょうかということなんですけど、ちょっと今のところはないんです。ないんですが、今後実はリニューアルを予定していて、そっちでもしかしたら、いろんなデータを結構フレキシブルに追加したり追加しなかったりっていうのができるようになるかもしれないので、ちょっとこちらの方もそれが可能になれば検討しているというふうな一応回答でございます。はい、ありがとうございます。非常に素晴らしいご意見。あ、もう一個ありましたね。レフェックスに収録したデータのバリデーション、キュレーションはどのように実施されたのでしょうか。あ、非常にこれも良い質問ありがとうございます。これはですね、まさにごめんなさい、論文を読んでいただけると非常に良くて、このデータサイエンティフィックデータっていう雑誌はですね、その再利用を促進する、これちょっとでこのここの紹介になっちゃいますけど、データジャーナルはこのデータがいかにその他の人が使えるかっていうのを促進するツールを紹介するという雑誌なんですね。なのでそのまさにその今回質問いただいたデータのバリデーションとかが結構ちゃんとやらなきゃいけないということで、テクニカルバリデーションとかってここにこういうセッションがちゃんとあってですね、どうやって確認したのかっていうのをちゃんと書きなさいっていうのがレギュレーションなんですね。なのでここの部分に書いてあります。なのでこれをちょっと読んでくださいというところになってしまうんですが、一方で基本的なですね、クオリティってコントロールっていうか、我々は何もいじる前のそのデータとしてちゃんとしてますかっていうのはきっちり取ってまして、それとプラスですね、発言パターンがちゃんとこう他の4手法でちゃんと一緒ですよとか一緒じゃないですよっていう例をですね、ここで挙げて紹介をしております。これなんかが一番典型的な良い例ですね。これ心筋特異的に発現する筋肉の遺伝子でトロポニンっていうのがありますけど、まあ、それの特に心筋でたくさん出ているものなんですが、こういう感じでですね、ちょっと先にこれ紹介しちゃいますけど、40分類で見るとここが筋肉の組織を見てるんですが、左側が心筋で右側が骨格筋なんですね。でそうすると骨格筋ではほとんど出てないんですけど、心筋で非常に高く出てますよ。でしかもそれが4つの手法で全部同じことになってますよということで、まあ、これ非常にちょっとチャンピオンデータなんですけど、こんな風な感じでいい例も出てます。でもちろんですね、これ全然ガタガタでバラバラになってるやつもあるんです。ご覧になっていただくと分かるんですけど、でこれはちゃんと理由があってですね、それぞれ実験手法によってこの癖が、発言の癖があってですね、まあ、それに由来するというふうなことを言っております。でちょっとこれはじゃあ後で実習しながら出ていきますので、ちょっとそちらで紹介したいと思います。はい、新しいのが来ますね。講習のハンズオンはキーボードで日本語の入力はありますか。本日アルファベットしか入力できない PC を使用しております。あ、かなりなんか修行僧みたいな方ですね。これはちょっと僕に聞かれてもわからないですね。日本語の入力、あ、でもですね、あ、わかりました、わかりました。そういう意味ですね。大丈夫だと思います。英語だけ打てればなんとかなると思います。はいはい、いいですね、質問フォーム。今までこういう質問なかなか出てこないですから、ありがとうございます。ぜひ活用してください。はい、ということでごめんなさい、戻ります。で、トップページ皆さん行かれてると思うんですけど、で2番はですね、組織特異的に発現する遺伝子を見るといって、真ん中の方に臓器のアイコンがありますの で今回ちょっと例として、じゃあ肝臓の絵があります。肝臓の絵をポチッとしていただきます。で皆さんどんどん先進んでやってくださいね。結構簡単にできると思います。で肝臓の絵をポチッとしますのはこういうことですね。パ
マウスオーバーするとこういろんなところの40臓器がですね出てまいりますので、まあ、それぞれ出てきます。で肝臓を押していただく と、今回470個ですね、組織特異的遺伝子、これ注意が必要なのは、我々はそのいわゆるバイオロジカルに、組織特異的に発現しているっていうのを測定しているわけではないっていうことなんですね。そこを確認しているわけではないっていうことなんです。いわゆるその発現のマトリックスとして、数字を並べていったときに、肝臓だけで組織特異的遺伝子っていうのはどういうふうに定義できるかっていうと、他の臓器で全然出てないんですけど、ある臓器で外れ値みたいに高い発現を示す、そういうこう発現のマトリックスがあったときに、それをなんか検出するプログラムっていうのは結構世界にいくつかある、たくさんあるんですね。まあ、それらを使って我々こうデータを整理したものに対してそのプログラムをかけてですね、それぞれの臓器ごとにそういうなんか外れ値みたいな発現を示すものがないのかっていうのを検索した結果をまとめたのが実はこのデータなんです。なので、まあ、ただですね、全然外れてるものが出てきてるかっていうと、まあ、肝臓の専門家この中にいらっしゃるかどうかわからないんですけど、結構リーズナブルなものが上に出てきてるのかなという感じはしております。というわけなので、全然関係ないようなやつも当たってる可能性はもちろんあるんですけど、まあ、そういう形でこれ捉えていただければ良いかなというふうに思います。で次に3番です。で検索結果の一覧が今表示されていると思いますけれども、検索結果の一覧では相当項目の切り替えですとか絞り込み検索とかリストへの追加ができますが、これはちょっと後で紹介しますので、まあ、そういうものがあるんだなというふうに思っていただければ結構です。で次に4番、各遺伝子の青い色の部分、2番目ぐらいにフィブリノーゲンアルファチェーンというのが出てきていると思いますけれども、まあ、こういう部分をですねクリックするとその遺伝子の詳細情報というところに行くことができます。これですね、それぞれこれリンクになっております。でこんな感じで、先ほどちょっともう先に見ちゃいましたけれども、こんな感じで出てまいります。でこれなんかも非常に肝臓だけでこういうふうに高い発現をしていると。で、RNA シーケンスではなぜか測定されてないということがあるんですけど、これ何かミスアノテーションがあったのかもしれないですね。で、もうちょっと言うと、一番サンプルが多いのはですね、先ほど申し上げたケージのサンプルなんです。で、ケージのサンプルが一番サンプル数が多くって、かつ精度も一番高いです。なので、一番おすすめはケージのデータを見ていただくのがいいです。で一方でこのジーンチップっていうのもありまして、これ10年ぐらい昔から流行ってるっていう話、10年ぐらい昔に流行って今ちょっと下火なんですけどというデータがありますが、これはサンプルが非常に多いんです。特定測定されているデータが世界中にたくさんあります。でケージとか RNA シーケンスのデータは今バンバン出てきてるんですけど、まだまだやっぱ数が少ないので、皆さん昔測定したマイクロ RNA のデータとかをお持ちでそれと比較をさせたいっていう場合はジーンチップをご覧になったりするといいと思います。はいはい、はい、はい、非常に良い質問ありがとうございます。これは後で説明しようと思いましたが、これ何だと思いますかね。わかります。こうまさにその見比べていただくとわかるんですけど、なんかこうバックグラウンドが高そうに見えますよね。ケージでは全然出てないんですけど、ジーンチップであると。これまさに先ほど私が申し上げた測定手法の癖がありますっていうのはまさにこういうことなんですね。でジーンチップっていうのはどういう実験手法、実験原理かというと、ハイブリダイゼーションをしている。ハイブリダイゼーション分かりますよね、皆さんね。で一方のケージとか RNA シーケンス、いわゆる最近の NGS で出されたデータっていうのはシーケンスをしているわけなんですね。だから直接 RNA をこう読むわけですよね。なので RNA が転写されてそのサンプルの中に混ざってるわけですけど、そこにあるその遺伝子の配列がなければ測定されないわけです。一方でジーンチップはカクテルみたいなのを作ってですね、そこの中をジャブ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 して、で傾向そこに結合した時に、ハイブリダイゼーションで結合した時にピカッとこう傾向色素が光る、そういう原理なんです。なので、まあ、当然ちゃんと結合した時にはピカッてちゃんとつくんですけど、結合してなくてもちょっとこうぼんやり光っちゃうんですよね。でそれがまさにこのちょっとこう出てるっぽい感じに見えてるのは、本来のちゃんとした産物が当たってないんですけど
実験手法の癖としてバックグラウンドが高くなっているように見えてしまうということなんですね。なのでこれ我々がこの4つ並べているところの一つのメリットだと考えているんですけど、何も知らない人がマイクロアレイがそういうデータが出るっていうことを知らない人がですね、例えばこれ全部上の EST とケージと RNA シーケンスを消してですね、ジーンチップだけ見た場合に、まあ、確かに肝臓で高いけれども、なんか他の臓器でもちょっと出てる 3ぐらい出てる、この3の意味があるかないかは別としてですよ、3ぐらい出てるとしたら肝臓得意的と言えないんじゃないかって、こうなんかレビューがついたらムカつきますよね。いやでもそういうことなんですよ。数字だけ見ればね、そういうことじゃないですか。全然組織得意ときて言えないみたいな、指揮たつに出てるみたいなこと言われちゃうと、これミスリーディングというか、あのデータの見方として間違ってそうだっていうのが比較すると分かりますよね。ケージだと全然やっぱり出てないわけですよ、他の臓器だと。こういう感じですよね。で肝臓だけでものすごく高いわけ で他の臓器もビチビチ出てるのもあるんですけど、まあ、もしかしたらこれは本当かもしれないですよね。だけどなんかこの辺だと埋もれちゃっててよく分かってないみたいな感じになるので、やっぱりいろんな実験手法で調べてみるっていうことが大事だと思うんですね。で皆さんご経験あると思うんですけど、まあ、分子生物学の基本的なところで、例えば何でしょう、 RT-PCR で発現したからっつって発、ね、タンパクで発現してないかもしれないみたいな話は、まあ、よく聞く話で、 RT-PCR やったらウエスタンでちゃんと確認をしてとかってやりますよね。別の手法で確認をするわけですけど、それと一緒なんです。発現データも一緒で、一つのそのテクノロジーで測定したデータが全てじゃない場合がやっぱあるわけなん でそれで同じサンプルを見てるわけですけど、違う手法で見たときに、じゃあそれが一致してるのかそうじゃないのか、じゃあなんで違うのかっていうのをちゃんと実験手法別に見極めてあげる必要があるという、まあ一つの例です。でウエスタンブロットも今例で出しましたけど、非常に細かい発言なんかは見れなかったりするじゃないですか。あれ結局染めてるんでね、それは そこの議論は適切じゃないかもしれないですよね、その量の議論はとかっていうような話も、こういうところでと同じような話になってくるわけです。はい、というわけで、そういうことなんですね。4つで比較することの良いことの例でした。それで、5番ヒートマップですが、ちょっとごめんなさい、これね12月に入ってからダメなんですよね、ボディーパーツね。はい、そうなんです。ちょっと今工事中というか、なんかトラブルでうまくいってないんですが、本当はここに人体の模型の絵が出てまいります。で、このボディーパーツっていうのも我々のところでサービスしているものの一つなんですが、本来であればこういう形で体の体幹の部分と全身とあと頭の部分のこういう 3D のマップが出てきて、これあのぐるぐるこれも 3D で回りますので、肝臓もね、こう大きい臓器なんで、まあ、誰が見ても分かるわけなんですけど、まあ、ちっちゃい臓器とか背中側にある臓器とかなかなか分かりづらいっていうところもあるので、そういう臓器の場合はこういうのを使っていただくと、まあ、視覚的に分かりますよというような形になっております。はい、それで、こっちか、ごめんなさい、今は、6番ですね。あ、それでちょっとこの辺は今説明しちゃいましたけども、組織40分類の方でここバーに押すとですね、載せるとそのバリューが出てきます。でこれ相対発現量になってまして、各この実験手法間で一番高かったやつがこの上限になってますというふうに見てください。なのでこの値自体にあまり意味がないです。この 11.22 と 10.71 と7200に意味があるわけではないので、そういうふうに見てください。横の比較は可能です。あの同じ実験手法間のバリューの違う、あの比較はできるんですけど、縦の比較は基本的に相対発現量に、相対比較になってます。でダウンロードをクリックしていただくと、ここのデータがダウンロードできます。これですね。そうするとここの今回あのフィブリノーゲンアルファチェーンの40分類のデータがあのタブ区切りで出てきますので、 Excel なんかでも開けるような形式でダウンロードがすることができます。はい、であとは下の方に行っていただいてですね、まあ、下の方に行くとこういういわゆるその遺伝子のプロファイル情報みたいなのが
一覧できるようになってます。なので皆さん遺伝子について調べられるとき、まあ、LCBI のジーンとか見られると思うんですけど、まあ、この辺を見ていただくだけでもある程度ざっくりこの状況が分かるようになっておりますので、まあ、そういう遺伝子の目次として使っていただくのでもいいかなというふうに我々は考えてます。でいわゆるたくさんこういう有名な、ID 遺伝子の ID へのリンクなんかもありますし、まあ、オーソログこれはレフェックスは人とマウスとラットが入ってるわけなんですけど、それの対応がつく場合にはそれぞれのリンクがついてたり、あとは染色体の位置の情報とかもありますし、パブメドへのリンクなんかもあります。この遺伝子について調べたパブメドへのリンクなんかもあります。あと右側には遺伝子のオントロジー、ジーンオントロジーって皆さんご存知ですか？今日初めて聞いたという方いらっしゃいます？ジーンオントロジー、あ、皆さんご存知ですか？はい、これは遺伝子のそのいわゆる機能を統一された語彙表現で記述するっていう、そういうプロジェクトですけど、まあ、いわゆるどういうその遺伝子がどういう機能を持ってるかとか、どういうところで働いてるかなんていうのをちゃんと記載したものになっておりますので、ここ右側見ていただくと、この遺伝子を全く名前は知らないんだけど、機能で見たら、あ、自分の知ってるこういう遺伝子と仲間なんだとかっていうのがなんとなく簡単に分かるようになっています。で、この右側左側の GOID っていうんですけど、これをポチッと押していただくとレフェックスにもう一回検索が返ってですね、例えばブラッドコアギュレーションって書いてあります。これは血液の凝固とかに関係している遺伝子の一群を示してるんですけど、この GO ってところを押すとですね、レフェックスの中でこの血液凝固に関係しているっていうジーンオントロジーがついている遺伝子が今1700個ぐらいあるんですけど、それを全部一覧で見るっていうことができます。なので何かその機能の仲間を検索していきたいなんていうのが簡単にできるようになってます。でこれを応用すれば、例えば皆さん転写因子に興味がある方なんていらっしゃると思うんですけど、トランスクリプションアクティビティとかっていう GO のタームもあるわけなんですけど、それで検索していただければレフェックスの中で、まあ、全身の臓器で転写因子に関係、転写に関係している遺伝子がどのぐらい発現しているかなんていうのも一発で、これ結構ニーズあるんだと思うんですけど、まあ、そんなようなことも簡単にできるようになっています。で、あとはですね、プローブセット ID っていうところがちょっとリンク先にありますよっていうふうに案内しました。プローブセット ID、 これですね。でここをクリックしていただくと、こういうサイトに飛びます。でこれ GGRNA と書いてググルナと呼びます。ありがとうございます。そうなんです、これちょっと出落ちっぽいところあるんですけど、ちゃんとしたサービスなんですね。でこれ今回はちょっとがっつり紹介をしないですけれども、これまさにその配列解析とかに使えるツールとして我々紹介してまして、ブラストは皆さんやられますよね。ブラスト返ってくるの遅くないですか？結果がブラストかけたらちょっとコーヒーでも飲みに行こうかなぐらいの時間かかるわけじゃないですか。なんですけどこれ非常に高速にですね、ちょっとトップページに戻りますが、 NCBI にレフセックっていう非常に高精度なデータベースがあるのご存知ですかね。これ地球上で一番高精度なと私は思うんですが、データベースの一つだと思ってます。リファレンスシーケンスデータベースなんです。でちょっと余談ですが、レフェックスという名前は ここから取られてます。これはリファレンスシーケンスのリファレンスになる、まさに基準になるデータベースなんですね。でこれは実際に、遺伝子について配列とかどっから出てきたとかっていうのを NCBI のスタッフの人が人間の目で見てですね、ちゃんとこうチェックしてるんですね、キュレーションしてるんですね。そういう非常に高精度なキュレーテッド、ハイキュレーテッド、ウェルアノテイテッドとちょっと書いてますね、ここにね、ウェルアノテイテッドなデータベースなので、プライマー設計とかするときはここのやつを使うとやっぱりかなり精度がよく設計ができると思いますが、まあ、こういうのがあります。でただここで中で検索をしてもいいんですけど、まあ、ちょっとかったるいということがありまして、でこのサイトはここの中身をですね、全文検索する、高速に全文検索するということができるようになってます。でブラストでこういうような塩基配列を、こういう塩基配列よく検索されると思うんですけど、
これ今十数万ありますけど、このぐらい短いと検索が返ってこなかったりめちゃめちゃヒットしたりするわけですよね。でこれをですねポチッと押しました。この感じで返ってきます。もうコーヒー飲めないですよね。もうコーヒー飲んでる場合じゃないですよね。もうすぐできちゃいますね。まあ、これいいのか悪いのか分かんないんですけど、まあまあいいことなんだと思うんです。早いのがいいことだと思うんで、というサービスで、これ中身はですね何を見てるかというと、これがですねそのレフセックの中身のレコードの中身 で今回配列で検索をしたので、ここのアミノ酸配列とか塩基配列のこういう箇所にこの短い配列がこれだけの箇所当たってますよっていうのをこのぐらいのスピードで検索できますというサービスなんですね。すごくないですか。ブラストは遅い古いと我々は言ってますけれども、ぜひこれ使ってみてください。で今回はこれが本題ではなくて、本題ではなくてですね、プローブセット ID を検索すると、実は今回フィブリノーゲンアルファチェーンを検索したわけですけど、プローブセットっていう呼び方でピンときた方はマイクロアレイをやってた方だと思うんですけど、マイクロアレイの ID なんです、プローブセット ID で。そのジーンチップのマイクロアレイがこの遺伝子っていうふうに名前がついてるところはどこにプライマーとかプローブを設計したかっていうのが一発で分かるんです。これなかなかね、探せないんですよ。探したことある方いらっしゃいます？僕なんか昔マイクロアレイやってたんでちょっと探したことあったんですけど、まあえらい大変なんですね。アフィメトリックスのウェブサイトに行ってもどこを見ていいのか分かんないぐらい 奥深くにですね載っててよく分かんないんですけど、これ一瞬でこうやって調べられるんです。でなんでこういうことを知っておかなきゃいけないかというとですね、これちょっとめちゃめちゃ長いですね。フィブリノーゲンアルファチェーンめちゃめちゃ研究されてるので、バリエーションの情報なんかもこうやってちゃんと載ってるんですね。それちょっと余談ですが、で一番下にこの塩基配列が出てきてるわけなんですけど、アフィメトリックスのマイクロアレイでフィブリノーゲンアルファチェーンを検知してるのはこのお尻の方なんです。この色がついてるところにプローブが立ってるんですね。だからそこにこうメッセンジャー RNA が結合して、結合したらピカッて光ってるんですね。ということはこれ結構研究のそのデザインなんかにもよると思うんですけど、例えば、フィブリノーゲンアルファチェーン のスプライシングバリアントの研究をしてるとしますよね。で結構そのスプライスバリアントの最初の方、この辺の組み方の違いで何か、エクスプレッションが違うとか機能が違うとかっていう研究をしてた場合に、マイクロアレイのデータを使ってたらトンチンカンなんですよね、っていうことなんですよ。これ分かります？だからここので5プライムの方は全然測定してないんですよね、アフィメトリックスのマイクロアレイは。この後ろの方ばっか見てるわけなんです。だから後ろの方のスプライスバリアントでうまくこの辺で切れてればいいですけど、そうじゃなかったとしたらあまりそれで議論するのはフェアじゃないっていうか、あんま正しくない可能性があるので、こういうのをちゃんとマイクロアレイもどこをちゃんと見てそのデータが出ているのかっていうのを知っておかないと、さっきミスリードしますよって話をしましたけど、これもミスリードする一つの原因になるんですね。で RNA シーケンスは RNA シーケンスしてるんであんまり参考にならない場合もあるんですけど、でも NGS の場合もどこの配列がたくさん読まれたかっていうのは細かく見ていく場合にはこの辺までちゃんと調べる必要が実はあります。なのでこのレフェックスでフィブリノーゲンアルファチェーン調べたら発現が高かったよっていうふうに書いてあって、鵜呑みにしていい場合とそうじゃない場合とありますよというような事例ですね。これは結構スプライシングバリアントとかやる方は注意されてるとは思うんですけど、データの見方としてそういう見方も細かく見ていくとちゃんとそこまで気にしないといけませんよという一つの実例です。はい、9番参ります。これちょっと今やっちゃいましたね。遺伝子オントロジーの ID をクリックするとその GO タームを持つ他の遺伝子が出てきますよということをやってしまいました。で GO ブラッドコアギュレーションをクリックしてしまいました。でなので飛ばします。あと3分で12時なんですがちょっとまだ続きます。で右上にですねファントム5ケージっていうのがありまして、ようやくファントム5の紹介です。ここです。今40分類の方にフォーカスがいってますが、ファントム5はこちらの方にクリックしていただくとビューアーが開きます。でこういうビューアーが出てまいりまして、よくわからないんですがこの上がですね拡大図
でちょっと今白くなっちゃってるんですが、今実際ここの幅でサンプルしか見ていない状態です。でこれここからここまでが、500数十個のサンプルがずっと一個一個並んでると思ってください。でこの高さがですね発現量を示してます。そうするとやっぱりこの辺とかこの辺とかが発現が高いわけなので、まあ、この辺を見に行くと何かなというのをこう下この白い四角をですねドラッグしながらこう左右にやることができますんで、ピーッとこう持ってっていただくと、でカーソルをですね合わせていただくとちょっと小さいんですけどここにサンプル名が出てきます。で今見ていただくとヘパトサイトって出てきます。これはあの肝細胞って肝細胞って書いて肝細胞ですよね。肝臓を構成する細胞の、まあ、非常にリーズナブルですよね。でもう一つはこっちの方行くとこれがリバーのアダルトなんで成人の肝臓ということで非常にリーズナブルですよねということで、そうするとあとはじゃあ他にまあこれはリーズナブルすぎるんでそれはそうだろうと思われるかもしれないですけど、他のやつをこう見ていただくとどんな感じか、これはポジコンですね、トータル RNA なのでとか、あとはもうちょっとこっちの方に行くとこれはあれですね、ヘップ G2 ってあのがんの肝がん細胞っていうんですかね、なので、まあ、ちょっと肝臓特異的な遺伝子が出てても不思議ではないですよねとかっていうふうに見られます。あとはこれ周りのやつはこれ全部出てないんですね、逆にネガコンになるわけです、全く出ないわけですこういう細胞で、というふうに出ている情報も大事なんですけど、この辺の白いところはこの細胞とか組織では絶対発現してませんっていう、絶対じゃないですね、発現今回の実験では発現してなかったというふうな例になりますので、ネガコンとして使えるようなデータになっています。というような話を書いています。であとはですねちょっとでサンプル一覧というのはこちらから見れまして、でこのファントン5500個入ってますよっていうのを500個我々がどうやって整理をしてどの細胞をこうまとめましたなんていうのを細かく気になる方はこちらこんな感じでちょっと Google のスプレッドシートでまとめてありますので、ちょっと気になる方は見ていただければ良いと思います。であとはこんな感じでですねファントム5の方でオリジナルのデータにこういけるようになってるんですね。でもファントム5のいいところはどういうサンプルを実験に利用したかっていうのを非常に細かく記述してくれてるっていうことなんです。アディショナルインフォメーションかな、これですね、これ子宮ですよね、子宮なんですけど何歳のサンプルかとか、あとどういう実験で取ってきましたかとかっていうのを非常に細かく記載してくれてるので、利用する方としては非常にありがたい、出所が分かると、トレーサビリティとかって最近言いますよね、この牛はどこの牛でとかっていうのと一緒で、このサンプルはどこ由来ですかみたいなことがちゃんとこう分かるようになってますので、そういう意味でもファントム5のデータは非常に有用ですよっていうのはそういうところからも伺い知ることができます。はいざーっときましたが、でファントム5はこんな感じになってます。であとごめんなさいちょっと急ぎ足でですね、この検索結果一覧に戻った時にどういうことができますかっていうのを最後紹介させてください。めんどくさいトップページに戻っていただいて肝臓特異的をもう一回押していただいて、この状態になってところでそうですね、さまざまな条件でいろいろできるんですけど、この左側にですね遺伝子名で例えば名前で絞り込むとかできます。なのでこれリバーとかって打っていただくとリバーを含むインクルードするっていうものだけで絞り込むと470個あったものが13個だけになるわけですとかっていうような、まあ、単純なテキストでの絞り込みとか、あるいはですねこの辺のことやってます、皆さんポチポチやってくださいね。あとは例えばソルートとかっていうのはいらないとかっていうふうに、リバーを含むんだけどソルートこのソルートキャリアなんとかは除外したいとかっていう場合に
エクスクルードしていただくと、リバーは含むんだけどソルートなんとかは含まないっていうと11個になりますよとかっていうような感じに絞り込んでいくことができます。あとは、先ほど申し上げたオントロジーで、例えば この中から転写因子だけ取ってきたいとかっていう場合は、ここにトランスクリプションアクティビティとかって入れていただいてインクルードしていただいても構わないですし、今回必ずデータセットを含むものに遺伝子によってはですね、測定してない実験手法なんかもありますので、全部揃ってないと信用できないっていう場合はここ全部オールに入れていただいても構わないですし、いやいやケージだけは絶対なきゃやだって場合はケージに変えていただいて絞り込むとかっていうと、これ数変わんなかったんで、全部入ってたんだと思うんですけど11個みたいな形になります。それが今12番でもろもろやりました。はい、で最後にですね、個々の遺伝子の詳細情報はリストに追加することで並列に比較することができますって書いてありますが、一回ここ戻っていただいて、すいません急ぎ足でちょっとやりますが、肝臓特異的遺伝子470個に戻ってきましたが、ここのリストを追加するってボタンがあります。で気になったやつをこう入れて押していただくとですね、お気に入りみたいな形でちょっと取っておくことができます。で押していただくと、このリストを見るというところがですね3ってなったと思うんですけど、ここにポチ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 こうメモしていくことができます。でこれブラウザのキャッシュとかを消さない限りは、ウェブサイトを閉じない限りはずっと残ってますんで、いくつかいろんな検索をした後に気に入ったやつだけこう取っておくっていうことができます。ちょっと今回例で3つだけ出しましたけど、この3つ肝臓特異的遺伝子なんで、こんな感じで肝臓特異的ですよね。なのでこれを比較してみて、なんか違いがなさそうに思うんですけど、ちょっと比較してみましょう。比較するというところを押していただいて、最大3つまで比較することができます。で遺伝子を並べて比較っていうのをやると、こんな感じで横に並べてですね40分類見ることができます。で発現パターンは非常に似てるのは当たり前なんですけど、下の方に行くとこういういわゆる ID の情報も全部比較することができます。で一番ミソはですね、ジーンオントロジーとか遺伝子ファミリーのタームをですね差分比較ができるということなんです。これ今遺伝子オントロジーで並べましたけど、この左側の遺伝子は血液凝固ブラッドコアギュレーションという名前がつい機能がついてるんですけど、隣はない、このチョンっていうのはない、この遺伝子は持ってないよっていうことなんです。で隣も持ってないんですね。っていうふうにこう差分を明らかにするとですね、結構見えてくる景色というのがあって、これまさに上だけ見ると肝臓特異的遺伝子なんだから肝臓で機能して働いてるのは一緒なんじゃないのと思われると思うんですけど、いやいやよく見てみると働いてる機能というか場所とかはそれぞれ3つとも違うんですよね。血液凝固に関係してたり、こっちの方は何でしょう、アンドロジェンのメタボリ代謝とかに関係してたりとか、あとこっちは何でしょうね、急性応答とかあの辺の話ですよね、ディフェンスレスポンスとかそういうところに関係してるっていうふうに三者三様なんですよね。とすればこれどういうことなのかっていうのを、今度はこれ皆さんこれ機能が分かってる肝臓特異的遺伝子だからそりゃそうだと思われるかもしれないですけど、皆さんがお持ちの遺伝子のリストで3つ気になるやつを並べてみたらですよ、発現パターンが例えば全然バラバラだしなんだけど実は機能は似たようなものを持ってたなんていうと、それがどういうことなのかっていうのをちょっと考えるきっかけになりますよね。でこの差分比較っていうのは多分論文を読んでてもなかなか出てこない情報なので、こういうデータベース検索をすることで初めて見えてくる景色というか解析の切り口になるんだと思うの で我々はこういうインターフェースを用意することによってまさにここからなんかいろいろ考えることができますよねっていうようなビューアーでありデータベースを用意作りたいというところでやっております。ということがここに書いてありますね。私が喋っちゃいましたが、遺伝子発現データやジーンオントロジー情報を並列に比較することで見えてくる違いは何でしょうか。
その違いからどういうことが推測できるでしょうかということですね。でこれまさに皆さんでもこれちょっと研究っぽいんで難しく考えられるかもしれないですけど、これ私着想を得たのはあの価格 .com、 家電を買うときに比較しますよね。同じ値段なんだけど実はなんか出力が違うとか対応してるフォーマットが違うとかって結構まあまああるじゃないですか。個別個別見てたら全然分かんない、それぞれいいこと書いてるんで分かんないですけど、ああいう比較サイトでこう比較をするして初めて、あこっちの方がお得だなとか、あこっちの方がちょっと値段は高いけど機能はいいんだなとかっていうのが初めて分かるわけですよね。差分を見るっていうのは大事なことですね。研究においても実生活においてもそういうことなんです。はい、これですね、差分が明確にと書いてあります。はい、でちょっと10分ぐらいオーバーしましたが、一応ここまでにしたいと思うんですが、でちょっとそうですね、あと5分いいですかね、いただいてね。で最後、じゃ自分の研究テーマに関連するちょっとやつ調べてみてください。でそれがまあ大体終わり次第流れ解散みたいな感じにしたいと思うんですけど、ちょっと5分ぐらい取って、まあ、12時15分終わりぐらいにしましょうか。でちょっと検索してみてください。その間にちょっと質問がないか、ありがとうございます。これどういう基準で選んでいる、 それがまさにそのさっき言った話なんですが、そうなんですよ、どういう基準で選んでいるというよりはもう機械的にやってるんです。で脂肪組織特異的遺伝子は肝臓特異的に比べてはっきりしないというのは、これまさにそのバイオロジカルに考えるとなんとなくわかると思うんですが、肝臓の働きってかなりなんていうんですかね、特徴的というか肝臓でしかやらない仕事って多いですよね。で脂肪組織は、まあ、一方でうあんまりなんていうんですかね、まあ、エネルギー代謝とか脂質代謝をしているので重要な臓器なんですけど、結構いろんなことに手を出しているというか、あのそこまでこのピーキーな発言をしないんですよねっていうところを示しているんだと思うんですよ。これ今脂肪ってやりますけど、こういう感じですね。あの肝臓ほど他で全く出ないわけで、やっぱり他の臓器でもやっぱエネルギー代謝ってやってるわけなんですよね。なのでそこまでピーキーには出ない。だから当然ピーキーに出る臓器とそうでない割といびきたすっぽい発言をする臓器なんていうのもあるわけです。で私もともと実は脂肪細胞をやってたんでこの辺詳しいんですけど、一番最初に出てくるこの PPAR ガンマっていうんですけど、これはいわゆる肝臓じゃないや、脂肪業界では、ね、マスターレギュレーターとかって言われてるように、そんな変な遺伝子ではないんですよね。なので変な遺伝子が出てないわけではないので、まあ、そういうもんだと思って見ていただくのがいいのかなというふうなのが答えになってしまうんですが、よろしいですか。それでそういうものも当然あります。なので結構臓器によって違うというのが答えです。それで、まあ、その例でもう一つ言うとですね、ちょっと皆さんご自身の調べながら見ていただきたいんですけど、山中ファクターであるところのオクト4、これが本当にあの遺伝子は ES 細胞とか iPS 細胞でいわゆるその万能細胞じゃないと出ない、発現しないって言われてますよね。します、言われてますけど、本当にそうだったかっていうのを皆さんご自身で調べられたことありますか。もしかしたら山中先生が嘘をついてるかもしれないっていうふうに考えられたことないですか。本当かって、それで疑ってみるっていうのは大事なことだと思うんですけど、まあ、でもやっぱりあれだけ論文も出てね、あのいろんな方が検証されてるんで本当なんだと思うんですけど、まあ、そういう例が結構出てきた時に自分で調べるのがやっぱり一番いいわけですよね。論文で調べるよりも。そんな時にこういうの使えるんです。パウ5、オクト4は実はあだ名でですね、本名はこういうオフィシャルシンボル的には PAU5F1 というふうに出てきます。まあオクト4で検索してもらっても出てきますけど、オクト4、オクト4ここに入ってるんですね。本名はこちらなんですね。で、これ今まで40臓器のとこだと我々 ES 細胞とか iPS 細胞の中に入ってなかったので全然こう発現してないじゃんっていう話で終わっちゃうんですけど、これありがたいことにファントン5の中に入ってます。でこれを見ていただくと驚きですよ。先ほどの肝臓特異的遺伝子もかなり全然出てなかったと思うんですけど、見てください、これしか出てないですよ。もう焼け野原にこうペンペン草が生えてるみたいな感じになってるんですけど、
これ見ていただくとですね、ちょっとこっちはちょっと関係ないんであれなんですけど、これは ES 細胞なんですね。 ES 細胞で隣はこれ肺葉体なんで、少し ES 細胞から少しだけ進んだようなやつですね。でその隣がこれも ES 細胞ですね。で隣がこれ iPS 細胞なんですよ。本当なんですよ。っていうのをちゃんと、これ別に何か私たちがいじったデータではなくて、他のデータと一緒に処理をした結果こういうふうになったっていうことなんです。でこっちの方はあの肺性のジャームラインのカルシノーマのセルラインとか、そういうあのいわゆるこう山中ファクターっていうか、あの ES マーカーが出るようなサンプルのデータなんですけど、これ以外は出てないんですね。本当に出てないんですよ。だからノーベル賞なんですよね。すごいですよね。とすれば皆さんのデータで調べてみていただくと結構な発見がありそうな気がしませんか。結構ちゃんとしたデータを取られてるんだな、ファントム5ケージはっていうふうに思いませんか。という観点で、皆さんのご自身の遺伝子を検索してくださいっていうのは、そういうことをちょっと書いてありました。なのでちょっと信憑性が高そうなデータだなと。他全く出てないです。これ0000なんですよ。アディポサイトでも全然ゼロなんですよね。当然なんですけど、で出ちゃったら困るわけなんですけど、というふうにオクト4はすごいマーカーだということが分かるわけです。なので皆さんが追っかけられてる何々マーカーみたいなのが、じゃあ実際にこの500サンプルで見たときにどういう発現パターンを示すかなっていうのは、今後の、そしたら意外に全然知らないような遺伝あの細胞で出てたよとか臓器で出てたよなんてことがあると、ちょっとこう研究の進め方がちょっと変わってきそうな、新たなテーマができたりとかような気がしませんかね。まあ、そういうような、まあ、探索的にですね、あの調べられる信頼度も高そうな感じだというのが皆さんご実感いただけたのではないかと思いますが、いかがですか。というところで午前中のセッションを終わりにしたいと思います。はい。でちょっと飛ばしましたけど、ここ の, あの途中にバイオ GPS っていうのも実は紹介して、過去紹介していました。でこれはあの実はマイクロアレイのみのデータなんですけど、結構後半に調べられるようなであの遺伝子発現プロファイルのデータベースなんで、こちら使っていただくというのでもあのとても良いと思いますので、あのご研究の内容に合わせてですね、この辺のツール使い分けていただければいいのかなというふうに思います。今回はちょっと割愛します。で午後ですね、40分使いまして、もう一個の一つの大きなテーマであるところの数十から数千の遺伝子をお持ちの場合にですね、それをじゃあどうやって解釈していくか、その解釈を助けるためのツールとしてどういうのがあるかというところを説明していきたいと思います。でこの辺ちょっと脳書きを書きましたけど、まあ、いわゆるこういうマイクロアレイとかNGS 実験を行うと、まあ、大量にですね発現変動遺伝子とか言いますよね。ディファレンシャリーエクスプレストジーンとかデグとかデグスとかって言いますけど、これを得た時に、まあ、得るのはですねどの実験をやっても一緒なんですね。あの大規模発現解析みたいなことをやると、 NGS をやろうがマイクロアレイをやろうがいろいろやろうがたくさん得られるんですけど、実際このたくさん得られたものをどう絞り込んでこう身につなげていくかみたいなところが結構皆さんご苦労されているところというところなんで、そこのところをですね、これもいろんな、もう本当今回紹介するもの以外にもたくさん世の中にいいデータベースだったりウェブツールがあるわけなんですけど、まあその取っかかりとしてですね、まあこういうものがありますよというところ でそこからあとはですね、まあ統合 TV で勉強していただいたら、あと論文でもですね、いろんなデータベースのジャーナルとかで新規のものがもう鵜後の竹の子のように出てますんで、まあその辺を実際使ってみていただいていいのを探していくと。で我々の方でもですね、いいのが見つかり次第この統合 TV にしていくというところでやっていきますけれども、まあ、その最初の一歩というところでお付き合いいただければなと思います。でですね、まあその生物学的解釈ということをずっと午前中から言ってますけれども、まあ、ここの図、これ大昔に長里さんが作ってくれたやつをちょっと借りてずっと借りてるんですけど、まあ、こういうことなんですね。その実験を何がしかのこう処理をして、処理してないやつと比較をするわけですよね。まあ1群2群間比較だったり、
タイムコースの実験だったりするわけですけれども、まあ、結局何がしかのこう発言のデータみたいなのが得られるわけですけど、結局ここの部分は例えば正規化をしなきゃいけないとか、あとグループ間の比較アノーバでとか T テストで T 検定しなきゃいけないとか、あとはその後に例えば階層的クラスタリングでこうグループを分けますよとか、あとは最近ですと主成分分析とかでこうあのなんていうんですかね、たくさん の, その発言データをこう二次元にプロットして表現するとか、まあ、そういうようなことをやられるわけですけど、ここっていうのは まとめちゃうと、まあ、統計解析であって、そこにあまりこうバイオロジーの入り込む余地がないというか、基本的にはあの算数の数学の処理というか数学的な処理をここしているわけなので、まあ、人間の研究者がやるところで大事なところは、結局はじゃあこのなんか出てきた一群の遺伝子リストとか、まあ、クラスターとかって言いますけど、まあ、それがですね、今回その実験をしたデザインの中である一群のものが出てきた、このことの意味は何なのか、まあ、ここからじゃあ意味がある遺伝子だとすれば、そこから何をどう絞り込んでいけば正解というか自分が求めているところの答えにたどり着けるのかというところが絶対必須になるというところなので、ここの生物学的な解釈はもう避けて通れないというところになっています。で、今回はですね、その一つの方法でですね、そのジーンオントロジーを皆さん今回ご存知だということなので、あまり紹介はしませんけれども、このジーンオントロジーの用語を使ってですね、あのマイクロアレイ実験ですけれども、あの得られたあの発現変動遺伝子の持つ機能にどういう特徴があるのかとか、まあ、これはどういう特徴というのは言い換えると、例えば転写因子活性に高い遺伝子が優位に多いとか、あと細胞周期に関する遺伝子が多いとか、あとはなんとかパスウェイに関係する遺伝子が多いとかっていうのが人間が分かればですね、その実験をした意味というか、どういう処理をしたからこういう遺伝子群が優位に上がってきたんだ、こういうことが考えられる、こういうことが考えられるっていうのをいくつかこう出していくのが、コンピューターができない人間の役目というか、今のところそういうふうになってますので、まあ、こういうようなことをですね、生物学的解釈としてやっていくということになっています。それで今回取り上げるのはこのデイビッドと呼びます。これがですね、アメリカ の, あのこういう研究所が開発して運用しているというところで、オリジナルのペーパーはここからご覧いただくことができます。で、このデイビッドの非常にいいところはですね、もう本当に遺伝子リストをコピペすれば簡単にあのいわゆるこうエンリッチメント解析って書きましたけど、あの自分が投げたリストに対してどのぐらい優位にあるグループがこうエンリッチしているか、エンリッチしているかって聞きなじみはありますか、ないですか。割と僕らの業界はエンリッチメントとか言っちゃうんですけど、ちょっと離れるとエンリッチメントってなんだって話になるんですけど、大丈夫ですかその辺は。はい、優位にエンリッチしている、濃縮しているとかってよくあの本なんかで書かれてますけど、いう解析ができるということになってます。で、あともう一ついいところは、まあ、対応の生物種とか対応している遺伝子の ID が非常に豊富です。で、もしない載ってないよ、 ID それ自分で持ってる ID と違うんだけどっていう場合もですね、あの ID のコンバージョン変換するツールなんかもついてますので、割とこう人あのモデル生物問わずですね、あの使うことができるということで非常に汎用的なツールです。まあ、ただ一方ちょっとデメリットというか、あの小回りが効かないところというのが一つあって、まあ逆に言うと ID のリストしか投げられないんですね。例えば ID リストとそれに紐づいた発現量の値のデータとかあるで重み付けしたいとかって結構あると思うんですけど、そういうことはできないです。あ と,、タイムコースのデータも基本的にはできません。ただ何回も何回もこうタイムコース別に投げていけばできるんですけど、一度にドバッとこうタイムコースの実験データみたいなものを投げることもできないと、そこがデメリットです。で、これもですね、ちょっといろんなあのアメリカのその予算、そのこの研究所の予算的な都合でですね、2010年以来データ更新が止まってるなんていう時期が実は長らくあったんですけど、昨年の5月ぐらいにようやくアップデートされて最新のものになってますよなんていうニュースが出てですね、出ておりますっていうふうに、まあ結構ですね、各機関はやっぱり予算的な都合がなかなか厳しいというのは、まあ我が国に限らずいろいろあるようで、やっぱりこれもそうなんですけど、デイビッドを使ってよかったよっていうのをこうバンバン言っていかないと、まあ、よそのこういう便利なサービスもですね、いつあの続かなくなるかっていうのは本当に
予算次第みたいなところがありますんで、まあ、ぜひみんなでこういいねいいねって言っていくというところをやっていきたいなというふうに思います。そういう例だと思います。で今回はですね、これ結構いろんな講習会でやってますが、皆さんにクイズ形式というか実際にやってもらいます。でこのマル秘遺伝子リストというのを用意しましたので、これがですねどういう実験から得られたものなのかっていうのを皆さんに考えていただくというふうな進め方をしたいと思います。で、これ実際のデータです。テストデータではなくて、実際にですね NCBI の GEO っていうジーンエクスプレッションオムニバスというウェブサイトがありますけど、ここにマイクロアレンのデータとかがたくさん誰でも利用できる形で入ってます。でそこから私が探してきてですね、このデータっていうのはある実験をした時の前後の2群間ですね、全然処理をしてないものとある実験ある処理をしたその後のデータというこの2群間のデータで、優位にですね発現が減少した遺伝子群のリストっていうのを用意しております。右クリックして新しいタブを開く、あるいは名前をつけてリンク先を保存みたいなのをしてください。そうするとシークレットリスト.txt みたいなものが、でそうするとこんなようなページが開いたと思いますが、いかがでしょうか。ページで開いた方はでこれコピペするとですね、こういう感じでコピペしていただいてもいいですが、ちょっとよ長いので2900ぐらいあるので、こう一回ローってところがありますんで、このローってところピッと押していただくと素のデータが出てきますので、ここで Windows の方はコントロール A、 Mac の方はコマンド A とかってやると全選択こんな感じでされますので、されたらコピー、これで今2900何本の謎の ID が入りました。入ったとコピペーストされるようになってると思います。でじゃあ早速このデータを使ってですね、デイビッドを用いて発現データ、今回のコピペしたデータを生物学的に解釈するということをやっていきたいと思います。でデイビッドにアクセスして、上部メニューのスタートアナリシスをクリックしますというふうに書いてあるの でデイビッドは結構みんなでやると落ちたりするケースがまあまあありますので、先にやってる方はどんどん進んでください。でスタートアナリシスはこちら左上ですね、左上の方にリンクがありますので、こちらをポチッとしていただきます。そうするとこんな感じでジーンリストをアップロードする画面が左側に出てきていると思います。ここまでよろしいですか。大丈夫ですかね。したら分かる方はもうどんどん言ってくださいね。でペーストリストのところにですね、こちらに、コピーした方はここから貼り付けてください。でファイルドットテキストのファイルをダウンロードされた方はここの B の Choose from a file のところからファイルを選択してください。分かる方はどんどん進んでくださいね、番号順に。でゆっくりな方は私と一緒にやっていきます。そうしたらばですね、あとやることは、この ID というのが何の ID ですかっていうのをちゃんと教えてあげないといけないですので、ステップ2のセレクトアイデンティファイヤーというところをクリックしてください。そうするとこれデイビッドのメリットの一つであるところの ID がたくさんありますよというのが分かると思います。これだけ何種類、30種類ぐらいあるんですかね。まあ、大体この中のものであれば皆さんどれかしら使われてるんじゃないかなというふうに思うわけですけど、この中からご自身のお持ち、今回は一つですけど、まあ、ご自身のデータでやられる場合はこの中にある ID であれば特に変換等必要なくですね、すぐできます。で今回はこの一番上のアフィメトリクス3プライム IVT ID、 これは先ほど紹介したプローブセット ID、 これと一緒です。同じことですね。なのでこれを選んでください。いじらなくて結構です。
で次にですねステップ3ということで、このリストはどういうタイプの ID ですかっていうことなんですけど、実際にその発現変動遺伝子であれば人員リストの方を選んでください。で今回は人員リストを選んでください。でバックグラウンドっていうのがあるのはこれ何かっていうと、デイビッドの方で実際にバックグラウンドのデータを持ってるんですけど、データが古かったり自分が信じるこれをバックグラウンドにすべきだみたいなデータがあるんであれば、それをアップロードして解析することができます。でなんでこんなことをするかっていうと、結局バックグラウンドのデータ次第で統計解析のバリューが変わってくるんですね。その後のどのぐらい本当に優位だったかっていう値が、結局母集団に対して自分たちが投げたリストがどのぐらい優位だったかっていうのを検定していますので、その母集団を どういうふうに規定するかによっていわゆる P バリューみたいなものが変わってくるというところなんで、もしその辺気にされる方もし いたらバックグラウンドのデータもご自身で用意されてやってみると良いと思います。普段とか普通はこのままで人リストだけ投げる形で良いと思います。でこれできましたらサブミットしてください。でもこれで終わりなんです。でこれで終わりで、なんと簡単だというところなんですけど、今、5番ですね。5番まで来ました。でアップロードしたリストは左側のバーのリストマネージャーでアップローデドリスト1とかって書いてあります。保存されてます。なんでこれ名前を変えたりとかいうこともできますので、これですねリスト1とかってなってますので、ご自身で名前分かりやすいように変えるなんてこともここから リネームとかリムーブとか、あとくっつけることもできます。リコンバインってして、いろいろこの辺のリストをいじることもできます。でここで分かったことが一つありまして、デイビッドの方でですね、今回投げたリストがなんとさっき無味乾燥なリストだったわけですね。こういうただの ID の並びだったんですけど、これをパッと見てですね、どの生物しか分かる人は世界中探しても一人もいないと思うんですね、基本的には。でかつこれ2900個ぐらいリストが並んでるわけですけど、この中身を見て、これは何とかに関連している遺伝子が多いなんて分かる人も人間では多分一人もいないんですが、デイビッドは非常にそういうことが得意というふうに考えてください。それで、このサンプルっていうのはアラビドプシスタリアナって言って、ちょっと人じゃなくて申し訳ないんですけど、これ植物のモデル生物ですね。白犬ナズナっていう、植物でいうところのマウスみたいな非常に多く使われている実験モデル生物がありますけど、それの ID だったということがここでまず一つ、これ自動でデイビッドがこのリストを投げた時にこれでしたってことをちゃんと返してくれてるってことなんですね。でなんか紐づかなかったのは8個ぐらいあったというのが書いてあります。それで、解析を続けますということ でどうやって見たらいいかというところなんですけど、真ん中辺にですねファンクショナルアノテーションツールっていうのが出てきてると思いますので、ファンクショナルアノテーションツール、これですね、ここの部分をクリックしていただくと、もうここに結果が返ってきているということなんです。でこのリストの中で、いろんな、なんていうんですかね、解析に使う遺伝子のいろいろな情報をまとめているサイトなんかがありますけど、今出てきているジーンオントロジーっていうのが上から2番目にあります。であとはジェネラルアノテーションズとかですと、結構割と一般的なアノテーションの集まりだったり、あと文献の情報リタルチャーとか、あとはパスウェイとかケッグとかありますよね。ケッグだとか、いろんなウィキパスウェイとかいろいろありますけど、あとタンパクのドメインのデータベースとか、あとインタラクションのデータベースとか、あとティシューのエクスプレッションのデータみたいな形で、いろんな切り口というか、ご自身で見たい切り口で今投げたリストが既存の例えばこういうデータベースに特異的にというか、特徴的に濃縮していたかというのを調べることができます。で今回はちょっと例としてですね、一番分かりやすい例としてジーンオントロジーを選んでみますけれども、ジーンオントロジーのこのプラスボタンを押してください。そうするとこんな形で出てまいります。でジーンオントロジーは皆さんご存知ということなので割愛しますけど、上からですねバイオロジカルプロセス、セルラーコンポーネント、モレキュラーファンクションと、この3つのジーンオントロジーの柱があると思うんですけど、この3つごとにですねどのぐらい自分が投げたリストがの遺伝子が
どの機能に特徴的に含まれていたかっていうことが分かるようになっています。で今回は、この BP に注目しますって書いてありますけれども、バイオロジカルプロセスですね、どういうその生物学的な過程に関係しているかっていうところなんですけど、でまあこのちょっとですねこれ古かったですね、もうちょっとちゃんと書いてあります、ちゃんと書けばよかったんですけど、実はこの画面のデータっていうのはデイビッドの 6.7 でやったやつなんですね。でちょっと 6.8 になってアノテーションが更新されましたって話をしたんですけど、結構結果なんかも変わってきててます。でその比較でちょっと見ていただけるといいんですけど、こっちは 6.7 のデータです。で今回このダイレクトっていう方を選んでください。そうするとこんな感じで別の窓が開いてですね出てくると思います。よろしいですかね。そうするとちょっと微妙にですね 6.7 と違うな、出てくる順番が違うななんていうのが分かるんじゃないかと思うんですが、こういう感じですかね。まあ、ただ一番上に出てくるものっていうのが一番優位だったという、ここに P バリューって書いてありますけど、まあ、P バリューが低ければ低いほど偶然ではないと、偶然ではなく出てきていると、皆さん統計の勉強されたと思うんですけど、まあ、下に行くほど、まあ、偶然の可能性が上がるというところなんですけど、まあ、一番この辺を見るとそれっぽいのが出てきているんだなというところが分かるんですけど、そうすると1位は一番上のものはですね両方ともフォトシンセーシスということで、これ皆さん必ず理科の授業でやった現象ですよね。光合成ですね、フォトシンセーシス。なので私ちょっと植物だからわからないとかそういうことはないと思うんですけど、まあ、光合成に関係する遺伝子群が何らか関係してたということがわかりますよね、ここから。であとはこのタイトル行をクリックすると相当できますって書いてあるので、まあ、ポチポチやってみてください。遺伝子のこの GO タームの名前で相当したりですとか、あと遺伝子の数で相当したりとか、遺伝子の数っていうのは基本的にはこの GO のタームがついていた今回投げたリストの遺伝子ですの数のことです。ただ数が多ければ P バリューが低くなるかっていうとそういうわけでもないので注意してください。もともとはオリジナルは P バリューで相当されて、 P バリューじゃないですね、今これ高い順になっちゃいましたね、低い順ですね、なってます。でベンジャミーニって書いてあるのはこれは多重検定の方なんで、よりこっちの方が精度が高いというか、P バリューよりもしっかり検定してるぐらいで考えていただければいいと思うんですけど方になります。ほぼこちら相関してると思いますが、はい、ということで、でこれ今、バイオロジカルプロセスで見ましたけど、その下にですね CC と書いてあるセルラーコンポーネントとか、あとモレキュラーファンクションを見ていただいてですね、上位にリストされた GO タームにどのような共通点とか相違点がありますかなんていうのをちょっと見てみてください。ちょっとやってみてください。で今画面に出してますのはこれがセルラーコンポーネントのバージョンが1個前のやつですけど、こんな感じで出てきますし、何が出てきているかっていうとプラスチドとかクロロプラストとか、こういうようなチラコイドとか、まあ、そんなようなタームが出てきてます。これまさにその高校か中学ではないですかね、高校の生物の教科書に載ってる、懐かしいと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、その辺のタームですよねが出てきていることが分かりますし、モレキュラーファンクションを見ていただくと1位がコファクターバインディングなんですが、その下見に行くとクロロフィルバインディングとかというタームが出てくるわけです。であと余裕のある方はパスウェイ見ていただいたりティッシュエクスプレッションを見ていただいたりしていただいてもいいんですけど、これが植物のデータなのでちょっとティッシュエクスプレッションを見てもあんまりいいデータが出てきてない可能性はちょっとありますし、まあ、その辺ちょっと注意しながら見る必要はあるんですけど、まあ、基本的には今回はジーンオントロジーだけ見ていただければ大体答えは近づけるようになっております。
でちょっと3分ぐらい時間を取りますので、今回このデイビッドで得られた結果を踏まえてある実験、今回マルフィ遺伝子リストのことですけど、このマルフィ遺伝子リストを得た実験というのはどういう実験だったかっていうのをちょっと考えてみてください。で今分かっていることは、マルフィ遺伝子リストはある実験の前後2群間で優位に発現が減少した遺伝子群のリストでしたということです。でもう一つはその実験っていうのは、植物のモデル生物である白犬ナズナのデータでしたということです。であとは、ジーンオントロジーで今見てきましたけど、発現が優位に減少した遺伝子の中に優位に多く含まれていた機能としてはフォトシンセーシス、光合成に関するもの、あとは場所でいうとクロロプラストとかプラスチドとかシラコイドとかで働いていることが多い遺伝子群が多かったですよと。あとクロロフィルかなんかと結合して何か働きをするような遺伝子が多かったですよということが、大体状況証拠としては今バッと見ただけで分かるわけです。これ3000個のリスト眺めてても1ヶ月見てても多分分かんない話だと思うんですけど、今このぐらいのもう5分ぐらいで大体このぐらいのことはざっと勘どころがつかめるような感じにデイビッドを使うとできることが分かったと思います。でちょっと考えていただいて、で我こそはという方はここにちょっと自分の考えたこういうデータなんじゃないかっていうのを書いていただけると非常にありがたいです。でこれ結構そのいや正しいか正しくないかはっきり言ってどうでもよくてですね、本来こういう解析しないわけです。どういう実験かわからないデータを解析することほど辛いものはないわけで、本来はどういう実験デザインがあったデータを解析してそこから何かを見出すってことを本来はやるわけなんですけど、まあ、今回はそのトレーニングというか、どうやってデータを見ると良いのか、どう見ていくべきなのかっていうところを逆引きでこうなんていうんですかね、ロールプレイするというか、まあ、そういう感じで今やってますので、全然ここの答えが合ってたからどうとか合ってなかったからどうという話ではなくて、いろんな切り口だったり仮説だったりが皆さんの頭の中でいろいろ今立てられてると思うんですが、植物のデータをどういじったらこういう発現データが得られるのかっていうことをちょっと考えていただくと答えがなんとなく分かるんじゃないかなというふうに思います。で答え合わせをしていただくと答えが出てまいります。そうするとこれはですね、こういうことなんです、こういうことだったんですね。植物細胞と細胞壁分解酵素を用いて取り除いた植物細胞のことをプロトプラストとかって言うんですけど、植物細胞って特徴が一番あるのが細胞壁があるっていうことなんですけど、これを酵素で処理すると丸くなるんですね、植物の細胞って。でそれ集まってくるとプロトプラストとかって言うんですけど、これいわゆる植物細胞の脱分化ってiPS 細胞の話でもよく出てくるキーワードでディファレンシエーションっていう言葉出てくると思うんですけど、植物細胞で当たり前だったんですよね。接ぎ木とか植物の分野でやると思うんですけど、枝をポキッと折って土に植えといたらもう一本こう木が生えますよね。あれと一緒で、あれで植物細胞が脱分化してもう一回入る力を獲得してると。でそれは動物だとできないよって言われたのが iPS でできる可能性があるというところを示されたのがすごいところだったんですけど、まあ、植物では大昔からこういうのをやられてて、でデータもあるんです。で元データもちゃんと、これ私の創作ではなくて GSE 番号もちゃんと振られてありまして、こういうデータなんですね。でトランスクリプトームプロファイルズオブディファレンシエイテッド、分化した、白犬ナズナの葉っぱの細胞と脱分化させたプロトプラストの葉っぱの細胞の比較のデータなんです。でオリジナルはもうちょっとこう変異体なんかも使ってるんですけど、私はもう少しそれを単純化してこの2群間比較にしたデータなんですけど、まあこういうことなんです。なのでさっきの答えもまあほぼ合ってるんですね。その葉っぱの機能をなくしてるんですね。脱分化させるってどういうことかっていうと、葉っぱが機能している、肝臓が機能すると栄養の代謝とかいろいろしてる、栄養を貯めたりしてるわけです。それが機能ですよね。
でそれと一緒で葉っぱが機能するっていうのは光合成をしているのが主な機能なので、それをこう実験的に失わせてやると脱分化して多能性をもう一回獲得するっていう結構面白い話なんですよね、葉っぱ植物って。なのでまさに、まあ、この辺の話、まあ、日光を遮断するだけでもいいんですけど、もっとドラスティックに遮断するだけではなくて、もうそもそも機能を壊すというか細胞壁を壊してやるみたいなことをするだけでこういう多能性が出てくるというところの、なので私ちょっと意地悪なことにこの下がったやつだけ出しましたよね。上がった方が面白そうですよね、多能性に関係している、いわゆるそのオクトフォーみたいな、哺乳類でいうところのオクトフォーみたいなものの植物細胞版が入ってるかもしれないですよね。下がった方は大して面白くないですよ、機能を失ったっていう証拠が出てきてるだけなんで。本当はちょっと上がった方が面白そうということで、興味ある方はこの元データからですね、上がった方を自分で出してみて計算するということもできますので、ぜひやってみてください。はい、ということで時間も短くなってまいりましたが、あとはですね、ちょっとこれ答えがない話をちょっと最後やりますが、デイビットの使い方に慣れてきたというところで、あとまあ実践的にじゃあやってみましょうというところです。で今回は正解はなくて、まさに情報分析力と想像力が問われますと書きましたけど、そういうことなんです。例題としてですね、こういうデータを使ってますって書いてますけど、これは健常者とアルコール性肝炎の患者さんのデータを2群比較したデータなんですけど、これをまた多い方少ない方でこう分けておりますが、ちょっと時間もないので今ちょっと今回割愛しますけど、こういうデータがあります。先ほどと一緒です、葉っぱのデータと。今回は人のデータで健常者の人とアルコール性肝炎の人を比べた時に、デイビッドにかけたらきっとアルコール性肝炎の時にどういう遺伝子が上がるのか下がるのかっていうのが簡単に分かるわけです。なのでこれをまさにそのデイビッドでちょっとやっていただいて見ていただくのが一つで、あとはいくつか実はデイビッド以外にもツールがありますよっていうところをちょっと紹介したいというところです。でいくつかあって、これよし悪し一長一短それぞれありますので、ちょっと使ってみていただく、で筋の良さそうなやつをこう選んでいただくのがいいと思うんですけど、ジーントレイル2っていうのが一つあります。で脳書きがいろいろ書いてありますけど、これ統合 TV でも取り上げております。であともう一つはメタスケープっていうツールもありまして、これも論文が出ていて、でこのメタスケープはですね、デイビッドはもう使えない方がいいとかっていうふうにこの開発者の人たちが言うぐらいですね、自信を持ってこのメタスケープっていうのを出してたりします。ただ対応の ID と生物種が少なかったりとかっていうのがあるんですけど、これもですね統合 TV 作ってありまして、デイビッドの比較なんかも実はできるようになっています。で4ヶ月前のアジャックスでも実はこのメタスケープを使ってリストを投げた版っていうのも実はやっておりますので、ちょっとそちらこれ興味をお持ちの方はこちらでやっていただくとやり方が全部書いてあります。であとはこれジーンセット DB っていうのは日本の人が開発しているデータなんですけど、これは特にその医学とか薬学分野に特化したデータベースを解析対象にすることができると。で今回ジーンオントロジーをメインにやりましたけど、ジーンオントロジーは意外にその医学薬学に特化してないという弱点が実はありまして、結構ジェネラルなバイオロジーのタームしか出てこないっていうことがあるので、結構医学分野とか薬学分野で使おうとするとちょっとこと足りない場合があるということなんで、そういう場合にですねこっち使っていただくと、もう少し疾患とかあと創薬とかあっちの方ではデータが充実しているというところがあります。こちらも統合 TV がございます。で、このデータ答えはありませんよって書きましたけど、一応一つの答えとしてですね、オリジナルのデータオリジナルの、論文もあります。こういう論文ですね。結局アルコール性の肝炎の治療標的として TNF のスーパーファミリーレセプターがいいんじゃないかっていうのを同定しましたよっていうペーパーなんですけど、こういうのと似たような結論が得られるのか、あるいは皆さんご自身での目をフィルターを通して見たときに、いやいやその治療標的としてはこの TNF スーパーファミリー以外のところを見た方が実は筋がいいんじゃないかっていうのも実は発見できるかもしれないということで、著者が見逃しているかもしれない着眼点とか新たな着想を
得ること、もうすでにペーパー出てますけど違う切り口で再解析しましたよっていうのとも十分論文にはなりえますので、まあ、そういうような切り口で、パブリックなデータを活用してご自身のデータ の, そのサポートにするとか、そんなようなことが今簡単にできる時代になってきてますという、そういうご紹介でした。ちょっと今日時間が短いんでちょっとこの最後の部分あのお持ち帰りになってしまうんですけれども、ちょっとこの辺ぜひやってみていただいてですねください。というわけで、駆け足でちょっと来てしまいましたが、一通りですね、あの通り一遍の大規模発現データに対する生物学的解釈の方法というのを、ハンズオンでやりました。でこれらはですね、いずれもその道具なんですよね。皆さんその実験にピペットマン使ったり、電気営動素を使ったり顕微鏡を使ったりされてると思うんですけど、それと一緒なんですね。こういうデータベースとかウェブツールっていうのもインターネット上にある実験上の実験用の器具と一緒と僕らは考えています。でこれが使い方が、これ道具を知ってですね使い方が分かれば、あとはもうご自身でそれらをどう組み合わせていくか、もうこれに尽きるわけなんですね。その研究者のセンスみたいな部分っていうのはやっぱりここに集約されるのかなというふうに思います。これはまさに情報分析力と、あとそれを使ってどう想像していくか、妄想していくかみたいなところの勝負なんだと思います。ぜひですね、あの今回結構デモデータをあのやってみましたけれども、やっぱりご自身の興味のお持ちのデータをやってみるのが一番いいと思いますので、ぜひですね、あの今日お帰りになりましたらご自身のデータあるいはテーマに関連するですねパブリックなデータをダウンロードして、そこから生物学的な解釈をしてみるというところから進めていただければいいなと思います。はい、あとですね、数こなすだけなんです。もう実践あるのみで、あのひたすらやる、まあ、あるいは詳しい人に聞く等々ありますので、まあ、これも何かの縁ですので、あの我々 DBCLSの人間だったり NBDC の人間がこういうのを皆さんバックアップするために我々活動してますので、ぜひまあメールを送っていただくなり、フォームから何がしかメッセージいただくなり、個人的にメールをするなり、いろいろチャンネルはありますので、ぜひ使い倒していただければなというふうに思います。